はい、どうもこんにちは、レンです。というわけで、はい昨日の続きからやっていこうって感じでやっていくわけなんですが、今チャプター1をね、確かやってたよね。というわけで、昨日の続きからやっていくんですが、チャプター2の方を来週に回そうかなというふうに思います。はい、ちょっとね、いろいろとあれだから、あれって言ってもあれちょっと、あれなんだけど、ちょっとね、やることができちゃって来週に回します。はい、もうね、なんかね、7月忙しすぎてマジでやばい忘れてた、昨日完全に忘れてた。だからそれをやるから、まあ2時間ぐらいやれば、まあチャプター1終わるんじゃないかなってことで、まあチャプター2始まるぐらいまでやっておいて、来週そこからやればちょうどキーも良さそうってわけで、はい、やっていこうかなと思います。というわけで、そうね、猫的と話して、ボンプの、なんか、記録みたいな、記録というか、記録を確認するって感じだね。じゃあ行きますか。戦闘に入る。はい。目的が何だろうみたいなところで止まってたんだよね。何か裏がありそうってことしか分かんなかったからさ。ここのエーテル濃度にもだんだん慣れてきたぜ。入ったばっかの時はあんなに居心地が悪かったのにな。ちょっと、厄介なエーテリアスに合わなかったからって油断しないで。ここにはデッドエンドブッチャーがいるんだから。えぐかったやつね、4マスのやつ。特にビリー、あんたさっきの戦い方は何？極力音を出すなって、私口を酸っぱくして言ったわよね。なるはやきついんじゃないかな、重火器使ってるからさ。気をつけようがなさそう。少しは猫又を見習いなさいよね。やっぱ猫又ね、だから前回も言ったけど、暗殺系やってたんじゃないかなと思ったんだけど。実のところ、猫に旧姓ありって言われるのにはそれなりの理由があるんだぞ。ああ、なんかそういうのあるよね。待ってみんな。どこからそういう言葉が出てきたのかよくわかんないけど、なんかあるよね何者かによってねじ切られたみたい。マジじゃねえか。まさにこの辺りでデッドエンドブッチャーが活動してたみたい。まあ最終的にああいうやつらと戦うことになるんだろうけどさ、確かにああいうのと戦えたら結構楽しそうだけど大変ではありそうだ。ここは避けておきましょう。戦いたいな。キャロットで赤画組の拠点に通じる別ルートを探せる。できるにはできるけど、
このまま進むのが最短ルートだぞ。一刻も早く家族の形見を見つけたいって気持ちはわかるわ。でもことがことだけに、今回は安全第一で行かなきゃ。ほら言うでしょ、命あってのなんとやらって。うみゃ、どうしたのよ。どうした、ほんと尻尾踏まれたみたいな声がしたけど。今あっちの方に子供が走っていった。お化けでもいいんじゃない。はあ、何言ってんの。ここはデッドエンドフォローの中なのよ。どうなんだろうね、誤って入ってしまったっていうのもいるかもしれないもんね、もしかしたらね。でもあなたが指した方は私たちが本来進もうとしていたルートよ。偶然どっちだろう、その子がそっちに行ったのわざとの可能性もあるよね。最短ルートを行くための嘘だと思ってる。本当に子供を見たんだ。青い服を着てて茶色い髪のポニーテールだった。茶色い髪のポニーテール。なあ、子猫ちゃんがそこまでがっつり見たってんなら本当にいたんじゃねえか。青い服の茶色い髪のポニーテール、プレイアブルされてるキャラかなと思ったけどさ、全員が全員覚えてるわけじゃないしさ、ちゃうな。双角しか出てこねえわ。でもあいつは青い服じゃなくて青い肌なんだよな。違いそうだな。なんだろうな、わかんねえや。仮に子供が実在したとして、まるでその子の救助を優先したがっているように聞こえるわ。それはあなたの当初の依頼とは異なるってこと、忘れないで。それどういう意味？依頼じゃないからって迷子の子供を放っておいてもいいの？あんたってつまんない上に血も涙もないんだ。あ、ただ働きの心配をしてるの？私はあんたとは違うぞ。子供を探す分追加料金もちゃんと支払う。どんどん追加料金出てくるんだけど大丈夫？お金なくなったりしない？あなたって意外といい人なのね。え？ちっとばかりビビったぜ。子供なんて放っておいて片身探しが入選にゃんとか言わないか。ヒヤヒヤしたが何そのビギー、それもう一回聞きたい。子供なんて放っておいて片身探しが入選にゃんとか言わないかヒヤヒヤしたがおもろいなビギー、本当にマジで。子猫ちゃんは優しいな。パイモン枠的な感じかな。猫またモノマネ。あなたが子供を助けるって決めたならそれで十分よ。お金を交渉材料にしなくたって私は一緒に行く。アンビー、せめてお金の話なら私の意見を聞きなさいよそうだね、まあ確かにね、生きようリーダーだから生きようって言ったんだけど。でも私だって同じ考えよ。子供をこんな場所に置いてけぼりなんてできないわ。まだエーテル適性が安定してない時期だし、あれもだけど自分の身を守る力だってない。名前と忘れちゃった、ごめんね。ホロにとどまればとどまるだけリスクは高まる一方よ。しかもここにはデッドエンドブッチャーっていう化け物までいるんだから。そうと決まれば今すぐ追いかけようぜ。ホロ、どうだろう、どのタイミングで戦うことになるんだろうね。時空が素早く変化してるんだ。早くしねえと見る。猫また何突っ立ってんのよ、さっさと来なさい。もう今行く。嘘を言ってるようには見えなかった。なんて私ったら今さら何考えてんだろう。なんだ、なんかありそうだけどわかんない。はい、さあ戦闘。エーテリアスが多いな。あの子が心配だぜ。ここまで不幸なことが起こったような痕跡はないけど、早くあの子を見つけるに越したことはないわ。これ何回でも使えるんだこれ。あー、ちょっといいこと聞いた。はい、そう、おかげでこれ使えるからいいよ。 OK で、はい、こっちで、こっちか。おお、ぶつさ、いきなり撃つ。なんかやばそう。油刺してきなさい。自爆？自爆系か。俺に任せとけ。なんかそれでもなんかああいうなんか団子みたいなさ、ロボットは大抵自爆みたいなのがあったからさ。また出てきた自爆。
似たようなロボットっぽいああいう系やっぱ使うか。どんだけ。オッケー。あとは私に任せて。オッケー。いやー、すっきりするね、本当に。さあ、いた？あ、いた、いた、いた。何？あそこってどこだ？見えなくなっちゃった。あそこに人影がいたんだけど、一瞬で消えちゃった。また子猫ちゃんにしか見えなかったか。やっぱおバカじゃないの？確かに猫の動体視力は普通の人間より数倍いいって言うけどよ。ああ、猫のね。俺の視覚ユニットだって負けてねえはずなのにな。ねえ、みんな。動体視力もだけど運動神経もすごいね。増えてきたと思わない？まあ、変なところでなんかうまく食べなかったり、なんかあれっていう運動神経があれないんかなっていう猫もたまにいたりするけどさ、私たちだって危ないわ。いいのが多いね。なんとかしないとまずいわよ。猫また。最近 YouTube で猫の面白い動画見るのかな。本当に日課みたいな感じだった。一向に収穫朝起きたら一つか二つ見るんだよ。まとめみたいな。常に変化し続けてる。めっちゃ可愛いんだよな。とあと少しのところでまた遠くへ転送されたんだ。それについては私にだってどうしようもないぞ。なるはやでも猫が飼い主舐めて飼い主が猫を舐めようとしためっちゃ拒否するみたいな動画めっちゃ好きだったわ。みんなで走ろう。意義あり。ああいう系の動画本当に好きなんだよね。あなたほどの身体的アドバンテージはないの。そろそろなんか好きそうなんだけどまだまだあるんだよな。今は逃げる無限に出てくるからさ。温存しておくべきよ。何が言いたいの？別に人を助けたいなんて言ってた割にいざって時は自分の心配ばっかりなんだって。そういうわけじゃないわ。あ、そう。ってことは体力に自信がないだけ？さっきから聞き捨てならない。私が本気を出せば予備燃料を使ったビリーにだって勝ち目はないわ。予備燃料あるんだ。そいつは俺もちっとばかり聞き捨てならねえな。よし、じゃあ決まり。こっから誰が一番強いんだろうね。ニコとアンビーとデビー本気で戦うってなったら誰が一番強いんだよ。確かにそれは気になるわ。私の意見は聞いてくれないわけ。ネコマタ、さあ行きますか。おお、ほほはは、ネコマタ結構楽しいんだよな。当たっちゃうぞ。早く出ないかな。バシからエレンちょっと聞いてたんだけどさ、ね、来たわよ。カメッコメイドが、あと10日ぐらいしかなかったのか、それまでに当てるかどうかってことなんだけど。リロード。おいで、ここおいで。ダイじゃないか。来たわよ。近づい。で、オケ終わり。クリアした時にさ、スローになって止まるっていうこの演出が本当好き。ここが今までなかったから。デッドエンドホローの深部みたい。足こんな感じになってたんだ。肉球になってる。へえ。疲れたにゃー。ここまでノンストップで走るなんて。ベリーも倒れてない。みんなすごい体力だ。走れば追いつけると言いながら。みんな座ってる。最初に音を上げたのはあなただった。アンビーは全然ピンピンしてるんだけど。強いかどうかを置いといて、持久力は一番あるんかな。アンビー。どういう意味？上等、今からもう一走り。まあまあ、今は休めるうちに休んどこうぜ。ウィリーは疲れるっていう感情っていうかあるのかな。一応ロボットだからさ。てか近くでもうすぐ爆破解体が始まるんだよな。あ、そう、確かに。住民はとっくに避難してるはずなのに。迷い込んだって可能性もあるってさっき言ってたもんね、自分で。そういえば自分が言った発言をもう忘れてるわ。やばい、鶏かもしんねえ。家族と避難するときにはぐれたんじゃない？あの映画が本当ならこんなところにいるのは幽霊だ。また映画
突如としてそれは姿を現し、探しに来た者は死ぬ前の日さな。幽霊なんて、こ、ここの幽霊怖いんだ。こんな時に映画の受け売りなんてやめて。心配しないで、幽霊が出たとしても私がみんなを守るから。幽霊出て何が怖いって何もできないことなんだよね。不吉なことばっかり。鍛えないのがほとんどだろうし。ほら、もう十分休んだでしょ。そろそろ先を急ぐわよ。幽霊見たことないけど、見たいとも思わない。ていうか幽霊って言ったら怖いイメージあるのに、お化けって言ったら可愛らしいイメージあるの何なんだろうね。おー、いるじゃん。でも青い服じゃなさそうだ。子供だ。ほら、あそこ。待てよ、逃げるなって。え、嘘、どうなってるの。いきなり走、なんかいきなりこんなロボットみたいなの追いかけてきたら、それ逃げるかもしんないな。けど怖いかもしんない。まさかデッドエンドホローに本当に子供がいるなんて。さっきの嘘ってことか。本当にってことは、さっき言った青い服にキャーシャパスしてるな。嘘だ。あの子はすぐそこだ。ガチでいるね。じゃあ偶然が重なって、エナジーね。ダジョ。さあ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 。オッケー。オッケー、終わりかな？オッケー。どっちだ？右かな？左だったわ。あ、自爆だ。わあ、出た。花道のやつ。こいつキモい。なんか使わなくてもいいかも。置いとこう。お、やばい、めっちゃモンスターいる。おっと、目つぶってな。ナイス。さて、もう大丈夫だぜ。一人ぼっちでホローをさまようなんて怖かったよな。お兄さんが来たからにはもう安心。あははは、強い。もしかして、何言ってるの。このビリーかわいい。ダメダメ。何って、俺たちは君を助けに。私を助ける？客でしょ。こっちが助けてあげたの。なんであいつの縄張りをうろうろしてたの。私がここまで連れてこなかったら、あいつとばったり会ってたとこなんだよ。この鍵が気になる。なんかどっか、どっか倉庫かなんかの鍵なのかなと思っちゃうわ。深読みしまくってる。余計なことしてくれたわね。今頃新エリートにつながるホローの出口が見つかってたかもなのに。引き耳立ってるけど。なんか音がするぞ。お？なんかヤバそうなの来た。なんなの？エーテリアス？あれがデッドエンドブッチャー？あー、来ちゃった。ここで戦う感じになるの？あいつが追ってきた。なんだ？この光は。What？ ホローの出口だ。あの子が落っこちてく。出口。出口ならいいんじゃない？スリルあったな。かっこよく着陸。これ。上から落ちてくるんじゃね？思った通りのことをやってくれて、あ、いいね。よかった。この子も無事だ。いったったった。頭にタンコブができちゃうとこだったわ。まさかこんな風にホローを出ることになるなんて。ニコの親分。重いって言ったら、あの、足蹴りされそう。もう、なんで毎回毎回依頼のたびにこう面倒が起きるのよ。かかと落としとか食らえそう。
ニコのおやつ。おもろいわ。ニコマタ、こんだけ褒めてあげたんだから、チップは弾みなさいよね。ニコの親分。聞こえてるわよ。もうちょっと座ってるだけじゃない。こらえ性がないんだから。まあニコはまあねちょっとうんどこかとは言わないけど大きいからその分重いんだろうね。うん。そうじゃなくてほら。あれを見てくれ。ん？あれそういうわけじゃない。お人いっぱい。ここはカンバス通り。この人たちを待って。ここって爆破エリアでしょ。避難は終わってるはずなのに。避難が終わってねえ。やっぱりうさんくさいだけじゃなかったんだ。だってねなんか避難を当てるって言ってたけどなんか兵士いたりとかいろいろあったもんね。なんかやろうとしてるわけだ。何人ですって。少なくとも100人はいる。100人単位。とはいえ避難できてないとか避難し遅れたってわけじゃなさそうやね。実際はもそもそも避難勧告みたいなのやってないんだ。ビジョンは確か何日も前に住民を全員避難させたって言ってたわよね。ビジョンは何をしたいんだろう、ね、それが住民たちも1週間前から外と連絡が取れなくなっちまって。おお、連絡が取れない。何が起こってるかわからねえそうだ。あ、でもなんか電波遮断するみたいな言ってたもんね。ビジョンの信号ジャミング装置の使用だよね。意図してやってるって感じ。どういうこと？ビジョンは住民たちをいつ避難させるつもりなの？そこのお嬢ちゃんたちや、あんたたちは都市の方から来たそうだけど、何か聞いてないかい？失礼だけど、おばあさんは？ああ、さっきフォローで女の子を助けてくれたじゃろ？あたしあの子の祖母だよ。本当にありがとうね。小さな頃からおてんばな子でね、エーテル適応体質だからってしょっちゅうフォローの中に入ってしまった。自分から入りに行ってんだ。昨日治安官さんが迎えの時間を教えてくれなかったものだから、新エリートに行って聞いてこようとしたのかね。私が目を離した隙にフォローの中に入ってしまったのさ。ん、おばあさん今治安官って言ったわよね。昨日治安官に会ったの？ええ、そうさ。昨日は孫とお隣さんがしびれを切らしてビジョンの監視拠点に行こうとしたのさ、はいはい、その途中で治安官さんに止められたんだよ。止められた。確か治安官さんは近くで爆弾の調整をしているから人を通すわけにはいかないと言っていたそうだよ、はいはいはい。それで準備が整ったら列車で迎えに来る。列車で迎えに来る。ここにいるのは子供や年寄りばかりだ。うちの孫以外にエーテル適性のある人もいないからどこにも行けやしないんだ。なんかありそうやな。治安官さんに待てと言われたら待つしかないだろ。いいえ、大丈夫なのかな。なんか実験、住民の避難は一大事の実験の材料にしようとしてるみたいなありそうだけどさ。ただ待たせるなんてありえるかしら。それに治安局がこのプロジェクトに関わってるとかそんな話聞いたことないわ。あ、お嬢ちゃん、それはつまり治安局って言ってたよね。治安官さんがいたって。で、そっか、なるほど。前回さ、その前回というか昨日列車のその進路を変えるときにさ、列車の中入ってさ行ったらなんか兵士がいっぱいいたわけじゃん。で、治安局の格好って言ってたよね。ただこんな装備みたいなこと言ってるから治安局の人間じゃないだろうって言ってたよね。ってわけだからこの住人があった治安官っていうのは本当の治安局の治安官じゃなくて、うん、ビジョンの手の者が治安官としていたってことだよね。そうなるよね。あなたたちを止めた治安官。うわー、計画的になんかやろうとしてるよ。それ何をやろうとしてんだろうね、本当。ビジョンは目的が未だに分かんないんだよ。コストを武器に落札に成功したってニュースで言ってたわよね。なるほどな。地下鉄の改修は新エリートで最も注目が集まってるプロジェクトの一つだ。技術、人材、資金、どれもハードルが高い上、住民の移転問題も解決しなきゃならない。だが、花から住民ごと爆破して
解決するつもりだったら、それがビジョン流のコスト削減についての質問があった時にパニックってたのはそういうことか。そもそも避難させる必要がないから、避難させる分のコストが浮くと。ビジョンに見捨てられたってことなのか。うーわ。ああ、立ち割り。このプロジェクトを踏み台にしてトップス財政ユニオンにのし上がろうとしてた。でもまさかそのために人の道を踏み外すなんて。ひどすぎる。絶対ビジョンの思い通りになんかさせないぞ。ニコ、あんたたちはこれからどうするつもり？あ、もう、あんたの依頼を受けた時はこんなことになるなんて思ってもみなかったわ。探し物のためにデッドエンドホローに入るのも、そのついでに迷子を助けるのも100歩譲っていいわ。でもお金持ちの悪徳企業とことを構えるですって、何でもや風情が叶う相手じゃないわ。二人はどう思う？俺は親分に従うぜ。アンビは？自分でも意外だけど、この件に関しては猫又と意見が一致しているわ。私は残る。一致してる。ニコの心配は理解できるけど、ごめんなさい。これは私にとってのチャンスだ。チャンス。私自身の考えで行動させて、二度と同じ過ちは繰り返さないって決めた。何の過ちだ？そう、あんな大企業と真っ向勝負しようってのね。アンビ、あんたって子は本当に最高なんだから。いい？相手はあのビジョンコーポレーションなのよ。つまりトップス財政ユニオンに次ぐ大企業を相手取れるビッグチャンス。この不祥事を暴けたら連中から一体どれだけ絞り取れるか想像して。ビリー、アンビー、早く金の卵、つまり住民たちに伝えるのよ。ジャトヤが訴訟代理人になってあげるって。ほら、突っ立ってないで、早くみんなに委任状を書かせて。結局お金で動くんね。まあニコらしいっちゃニコらしいけど。あんたは依頼人だけど任務を与えるわ。私に？ここに閉じ込められた人たちを助けたいんでしょ。なるほど。あんたはこの中で一番足が速い。それでこっちに願いしに来たわけだ。お願いをしにある場所に行って援軍を連れてきてほしい。なるほど、それでか。それでここに来たってわけね。なるほど、状況はつかめた。はいはい、これが真相。ニコたちはひとまず工事エリアで委任状を集めてビジョンの動向を探るって言ってた。そして私の任務はパイトーンに助けを求めることだった。ニコたちと別れた後、私は一人でデッドエンドホローを抜けてあんたたちの店に来たんだ。嘘はついてない。ニコも爆破エリアの住民たちも絶体絶命の状況に置かれてるんだ。お願いパイトーン、私と一緒にみんなを助けに行って。猫マタ、あんたの言うことを信じるよ。ただプロ棋士のエキスパートとして、私たちはその件に首を突っ込むリスクを警告する義務があるの。ああ、住民たちを全員救い出すとなれば正面衝突ってなったら結構大変そうだな。本当に今さら私を試さなくてもいい。出発した時心に決めたんだ。何としてでもみんなを爆破エリアから救い出す。今の私にはそれしか考えられない。分かったよ。依頼人がそう決心したなら私たちもこれ以上は言わない。それなら早速救助計画を考えよう。このマップを見てくれ。はいはい、マップね。おかげさまで。ジャトヤと住民たちは現在カンバス通り駅に閉じ込められている。こことパウルマンのいる監視拠点とは数キロも離れている。数キロ離れてる。だけどパウルマンは住民たちを閉じ込めるために治安局の武装部隊に偽装した連中を列車で送り込んだ。なるほどね。そういえば僕たちが送らせた列車がそろそろ目的地に着く頃だ。となると住民たちを見張る人数がまた増えてしまう。人数がこれ増える。あー、だからか、うん、私たちの力じゃ正面突破は無理だよね。結構人数いたもんね、電車の中にね。でもそれってどういう意味？ほら、閉じ込められた住民たちはエーテル適応体質じゃないんでしょ。
だから武装部隊だからホローに入ってホロー経由で行けばいいですね。ってなるとそこでじゃああいつと戦うことになるそうだねっていう感じか。監視拠点の兵士も無限じゃないでしょ。大勢が正面の警備にかかりきりなら。なるほど。ホローを通って背後に回れば彼らの不意をつくことができる。ニャイスアイディア。それでそれで急いで監視拠点の列車を奪ったらホロー内の線路を使ってカンバス通り駅まで向かうの。住民たちには最初から駅のホームで待っててもらうわけ。そしたらたった数分で全員を爆破エリアから運び出せるでしょ。あったまいい。きっと列車自体にも侵食耐性があるはず。なるほど。なるはやでホローを出られれば住民たちも侵食にさらされずに侵食される前に出れるからってことね。フェアリー、列車をホローから新エリートまで最短で運転できる。フェアリーっていう有能なシステムがいたわ。可能。すでに最短ルートを計算済みです。計算済みなんだ。やべえな。よし、準備が整ったらすぐに行動を開始しよう。猫股、ボンプを連れてって。まずはニコと合流して計画を説明しよう。あとは、うん、あとは決着をつけるだけだ。決着。はいはい、フォローに。あー、もうさっき言った早いな、行動が。ビジョンコーポレーションと衝突するわけだし、フォローの中で悪いことが起こる可能性がある。デッドエンドフォローには恐縮なエーテリアスモールついてる、言ってたもんね。根には根を入れて準備をしておく。つながればウレイナシと、はい、F2 を押して、訓練を行うと素材の、はいはいはい、入手が、はい、また乗せてみましょう。はい、兄さん、お兄ちゃんと話そう。はい、怪しい子猫による緊急依頼申請を検出。はい、先行避難チケットいきますか。キャラお試しなんだ。お試しってみんなレベルなんぼだった？15か。お試しモードじゃ消そうぜ。こっちでいこう。みんな20レベル。そうだね。まあ、ニコいるし、ヤンビいるし。準備完了。ただね、あれなんだよね。支援だからさ。出動？でどうだっけ？支援だっけ？ご飯は出る？総括は支援か。総括はここだよ。まあ、大丈夫か。ここで行く？出動？ご飯は出る？いや、銃が2丁ならブリーにしよう。ブリーの強化だけしよう。ブリーの銃撃がな、結構楽しいんだよね。だからブリーを連れていくことにする。で、装備の方もこれがいいのか。装備して、おお、ちょうどよかった。ちょうどいける。これ以上は無理だよね、多分だよね。はい、オッケー。出撃可能よ。これでいきますか。ブリーも入れて、さあレッツゴー、行くぜ。ボコボコにするぜ。はい、先行戦してたビジョンの列車を奪う。さあこの演出好き。こう引きながらの、さあほれアンビーちゃんや。人情は全部、これで人情は全部だよ。ありがとう。いやいや、お礼を言うのはこっちの方だよ。あなたたちがいなかったら私ら全員どうなってたことやら。それにしても助けを呼びに行ってくれたお嬢ちゃんだけど、なかなか戻ってこないね。はあ、確かに妙だわ。
また想定外のことに巻き込まれたんじゃないでしょうね。想定外のことはあったけど、策を思いついた。確かに想定外のことはあったけど、策を思いついたよ。この声はもう来ちゃった出てきたんだろうね、ボンプだけ先に持っていって早いな。なるほど、列車を止めて爆破自体をやめさせようとしたけど、車両はビジョンの武装した造園でいっぱいだったどうやらビジョンは住民たちの決死の抵抗をよっぽど恐れてるみたいね。でもプロ騎士の言ってたプランはいいと思うわ。さすが知恵と勇気のパエトーンね。おばあさん、今日天才だもんね。救助プランは聞いててくれたわよね住民のみんなを一番近い地下鉄駅に集めてくれる？安心しなさい、足手まといにはならないよ。すぐみんなに知らせてこよう。 OK、 ええ、お願いね。あ、そうそう、この近くのフォローに関ヶ組の古い拠点があるって聞いたんだけど、何か知らない？あ、依頼料諦めてないね。ニコ、まだ猫股の依頼料を諦めてないの？人聞き悪いわね。猫股にとっては大事な家族の形見なのよ。ここの住民なら何か手がかりを知ってるはず。そのあたりのことなら知ってるよ。というよりここに住んでる人で関ヶ組のことを知らない人はいないだろうね。いない。お、有名なんだ。え、ほんと？本当だと思う。何せ関ヶ組はこの地で生まれたんだ、ね、ここで生まれたからもう、なるほどね。ここに住む人々は何かしら彼らと関わりを持ってるのさ。もっとも関ヶ組も昔は随分違ったんだよ。当時は孤児たちを引き取って、戦い方の他に昔はめっちゃいい組織だったんだ。今なんかめっちゃ荒れてるけど、弱気を助けるために立ち上がったのも一度や二度じゃなかった、ずっとこの場所を故郷を守ると言ってたのに、あのシルバーヘッドって若造、数年経ってめっきり人が変わってね。あ、あいつがか。近隣街を見下すようになってからは区民を率いて人様に言えないようなことにも手を出し始めた。そんな様子を見てられなくなって組を抜け、ここを出て行った者も少なくない。しばらく経って関ヶ組自身もここを離れたのさ。私らは今の関ヶ組と関わりはないし、関わりたくもない。シルバーヘッドが治安局に追われてフォローに落ちたのだってただの自業自得だとしか思えないね。今、なんて。どうしたんだい、お嬢ちゃん。確かに関ヶ組とは関わりたくないと言ったけど、気に触ってしまったかい？そこじゃなくて、シルバーヘッドは治安局に追われてフォローに落ちたの？あ、そうだね。ジョトヤにやられたんじゃなくて、てかそれは。コレコちゃん、いや依頼人さん、分かってくれ。誤解を解こうとしたんだが、そのキラキラした目で見つめられると何も言えなくなっちまった。圧がすごかったんだろう。悪い、確かに俺たちはたまたま現場に居合わせたけど、あいつをやったのは治安局なんだ。そんな、あんたたちじゃなかった。猫また気を落とさないで。たとえ治安局の介入がなかったとしても、ジャトヤならシルバーヘッドに手こずることはなかったわ。コホン、今回の件は確かにノーマルのさ勝手に誤解しただけとはいえ、状態でシルバーヘッドと戦った場合はまあ勝てたんだろうけど、あいつの戦い方よくわかんないもんね。よくわかんないまんま侵食されてモンスターになっちゃったから。今は一刻も早く列車を奪って住民たちをここから連れ出さなきゃ。さあ出発するわよ。まあでも強そうっちゃ強そうだったね。あいつはあいつで泣いてるなーと思ってたけど、ビジョンが監視拠点を泣いて、なんか弱気のやつとか、なんか列車のその近くに止めている薄め的な感じのやつは大抵何かあったらめっちゃ強くなるっていう印象があるんだけど、それがあの場所だ。はいはい。さて、そろそろ行動を始めようか。よっしゃ、こ絶対に
絶対に成功させなきゃ。降ります。今から抜け道の入る、はい、うまくいけば監視拠点を回り込めるか。全然見れないな道は。真横しか分かんない。さすがファイト、用意周到ね。おなんだ、待って、やらないといけないことが。ドアの情報、残念ながらドア開けようぜ。何があるか気になる。おー、意外な収穫で。おお、全部もらうぜ。おはははは、うまいうまい。まーす。オッケー。すべては計画通り。よかった。抜け道計画は順調にいったようだ。オッケー。お、来た。みんな、そろそろ列車に着くわよ。作戦目標は至ってシンプル。はい、守衛を倒す、倒す、列車を奪う、そのままずらかる。ほんとシンプル。了解。わかりやすい。なんだ、どうしたどうした、アンビ。なに、なに、なに、どうしたどうした、アンビ、緊張で倒れちゃった。まあ、こんな感じなんだろうね。多分、ビンスで盛り上げようとしてるんじゃねえか。アンビ、映画の影響受けすぎ。映画の影響だな。大丈夫、そういうキャラ嫌いじゃないけどさ。そんなのなくたって、この作戦の重大さはみんな分かってるはずだわ。プロキシ、運転はあんたに任せたからね。そっちの準備はどう？運転できんだ自分。まあ車運転できたぐらいだしね。車と電車じゃ勝手が全然違いそうだけどさ。免許は車しかないけど頑張ってみるね。だよね、マスター、ご心配なく。あ、フェアリー、私が有能だ。方法を伝授いたします。フェアリーが直接ハックしてからさ、操作した方が早い気がしそうなんだけど。はい、行きますぜ。こちらゴー。な、何者だ。しまった、敵だ。こんちゃー、みんな行こうよ。一気にやっちゃいましょう。こいつらを倒してフォローを出たら列車を奪うわよ。よっ、うわ、盾持ってるこいつ。意味ないけどね、盾持って立って、こいつらはどうだろう。背後から叩いたらやりやすいとかある。なんかやばそう。爆弾の中で来たこいつら。グレネードランチャーでも使ってるこいつ。やばそうだけど、なんか、ね、なんか弱いね、君たち。生きてんのか。よし、イエーイ。弱い弱いぜ。弱すぎる。まあ、15レベルでいいぐらいの勝負のところを20レベルので引けるからな。そりゃ弱いか。よくやったわ。チャレンジモードにしててもやっぱりレベル差がいいね。お、なんか強そうなってきた。どこ打つ。オッケー。感激する。了解。ラジオ、炎よ、我にして。オッケー。半分。あなたの敵振り巻き先やった方がいいこれ。やべ、グレネードランチャー系が。はい、ターゲットロックオン。10倍返しよ。オッケー。数分後、ビジョンを爆破できる。はいはい、弟子の前。おお、いるじゃん。だるまのおっさん、命を何とも思わない大悪党。かっこいいじゃん。おとなしく降参しろ。猫股、こいつも連れてって。普通にトップがいた。運転室に向かってる。プロキシ、ホームで乗車を待つよう住民たちに知らせて。お前たち、
あのスラムの連中を列車で連れ出すつもりか。させんぞ。連中が外に出て何か言うものなら私とビジョンは終わりだ。誰でも構わん。どんな手を使ってでもこいつらを阻止しろ。警告、予定ルート上路線の予期せぬ破断、破断、小規模な爆発による線路の損壊を検出。うざい、こいつ失敗です。そんな、ニコまずいよ、線路が壊れちゃった。なんですって。うわ、パールマン長官、ご安心を。新エリートに続く唯一の線路を爆破しました。ボコボコにしようぜ、ボコボコに。これでやなんだって。お前、このバカ誰が線路を爆破するのは我々が撤退した後だ。スラムの連中だけでなく我々まで閉じ込められてしまったではないか。ニコ、地方から敵の増援が来てる。バカな手下でよかったな。あの、ダルマのおっさんを連れて列車の中に隠れるわよ。パールマン長官、列車付近で身元不明の侵入者による襲撃を受けました。負傷者も出ておりますが、人数や物資の面では我々が優勢と思われます。こっちは人質を持っています。侵入者は今列車の運転室に立てこもっています。火力を頼んで突入いたしますか。ご指示願います。パールマン長官、ご指示を。突入はするな。私は今その運転室だ。ジャトヤの侵入、紳士淑女に捕まっている。機嫌損ねたら殺せれそうだから機嫌取ってるよ、精一杯。よく聞け、絶対に動くんじゃないぞ。この私が少しでも怪我を負ったら会社はお前たちの責任だと。あのさ、意外と役に立つな。しばらくは攻撃してこないはずよ。でも私たちの計画も失敗に終わった。どうやって出よう。そうだよな、線路がなくなっちまったんだ。電車の乗っけてさ、運び出すって計画だったから、線路がなくなると線路復旧できねえかな。これが絶対絶命のピンチってやつか。線路突破われただけだったらなんとかなりそうだけど、爆破だもんな。地面えぐれてたりそうだし、埋まってそうだよな。どうした。おいおい、こんな時によく笑ってられるな。うん、あんたのことを笑ったわけじゃなくて。おう、これ片目ってやつ、さっきの戦闘でたまたま見つけたんだ。ロケットね。私の家族の片身。おう、これって写真？写ってるのはあんたと関ヶ組のシルバーヘッド？え、そこ親子関係だったりする？実はあんたたちを騙してたんだ。あ、関ヶ組に片身を奪われた。家族ってそういうことか。嘘、本当の家族じゃないけどってやつか。昔カンバス通りの近くに住んでて、組に引き取られた孤児の一人なの。昔の関ヶ組には理想があった。みんなで故郷を守ろうってお互いに誓い合ったんだ。でもやっぱそういうことか、元関ヶ組ってことね。あんたたちが聞いた通り、組は日に日にひどくなっていった。私も組を抜けてここへは戻らなかった。でもどんなに組に失望しても、それでもシルバーヘッドが引き取ってくれたことは事実だし、あそこはシルバーヘッド、前はいいやつだったっぽいけど、なんで性格変わったのかちょっと気になるよね。家に近い場所だったんだ。外的要因とかありそうだけどさ、なんかシルバーヘッドがホローにおびき寄せられて死んだと聞いて、私は復讐のためにあんたたちを同じように最初は殺そうと敵を撃とうとしたけど、実際キラン局がやったっていうのを知ってあってなったのね。だけどあんたたちは私が想像してたのと随分違って、子供を助けるためにフォローを駆け回ってくれたり、ビジョンの陰謀を知った後もためらわず残ることを選んでくれた。結局シルバーヘッドが死んだのもあんたたちのせいじゃなかったし、私にはもうあんたたちに復讐する理由がない。関ヶ組は誓いを破って守るべき人たちを見捨てちゃった。かつて一員だった者として組が同じ過ちを繰り返すことを黙って見てるわけにはいかないんだ。
覚悟はできてる。私がビジョンと交渉してくる。安心して、パールマンって切り札もあるし、私の出身が関ヶ組だって知ったらきっと交渉に応じてくれる。依頼人さん、猫股、おい、戻ってこい。猫股、猫股ってば。アンビ、ビリー、早くドアを開けて。どこかけた、もしかして。ダメだ、ニコの親分、この車両、窓もドアも信じらんねえほど頑丈だ。ああ、パールマンってやつがわざわざ補強させた。補強したんだ。あ、もう、くそ。絶対静かに、外から話し声が。話し声。同時刻、車両の外にいて。はっきり言ったでしょ。今から私は、あんたたちのボスを連れて、徒歩でホローを抜ける。目的は、新エリートの爆破解体本部での交渉だ。武装部隊は封鎖を解いて、住民たちを解放して。それが終わったら、私と一緒にここから立ち去るの。あんたたちのボスは私が預かってるんだ。彼に無事でいてほしいなら、対侵食装備とホローを抜ける最短ルートを用意して。ニコ、みんなのことは頼んだ。やった、あ、出れた。ようやく出られたぞ。でも終わってそうやな。もう行ってそうなんだよな。車両を破るのに随分手こずったわね。ネコマタとパールマンたちはもうホローに入っちゃってるはずよ。戦いそうだな、あそこら辺と。やべえやつと。フェアリー、ホローの中の状況は分かるのかな。依頼人の現在地を特定。お、特定した。進路によると、依頼人がおよそ30分後にホローの出口に到着すると推測されます。ホローの中でも観測できんね。ってことは、もう猫股を止める方法はないのか。そうだとしても、住民の救出なんて大ごと、猫股一人に背負わせるわけにはいかない。ビジョンは人命を踏みにじるような毒図なんだから、きっと一筋縄じゃいかないわ。でも列車に乗せるプランが失敗した今、どうやってエーテル適性のない住民たちを脱出させたらいいの。ああ、もう一瞬で全員にエーテル適性を上げる方法があればいいのに。見方を変える必要がある。見方を変える必要があるかもね。山もし我に来たらば、なんかあるかな。我山へ行くべしって言うでしょ。襲ってきてる兵士の装備を全部分取ってから、それを順に見せて歩いていくみたいな。危険は伴うけど、僕たちに残された唯一の方法かもしれない。どういうこと。実はね、ニコ、カンバス通りと新エリート、この2つは直線距離で結ぶ分にはそう遠くないんだ。デッドエンドホローの拡張で道が阻まれたから、時間をかけてホローの中を通らないといけないってだけさ。つまりホロー自体を縮小させることさえできれば、安全になった道から。ホローを縮小させる、そんなことできんすか。そうか、その手があったか。あー、エーテリアス叩けばホローが縮小するってことは、あのでっけえボスと戦うってこと。ホローの規模を効率的に縮小させたいなら、はいはい、さっきみたいなエーテリアスを3000体ぐらい倒さないと。はい、多すぎ。でも特定状況下に3000体も倒さんとやんの。巨大な個体のエーテル活性は標準的なエーテリアスの数千倍。ああ、じゃあ、あのでっけえやつを1体倒せばもう足りるかもしれないってことね。デッドエンドブッチャー。いいね、いいね、戦うんでしょ。戦いたい。ワクワクするぜ。ああ、僕たちだけではデッドエンドブッチャーにかなわないだろうね。でもここにはビジョンが送り込んでくれた武器がたくさんある。エーテル爆薬が使い放題。そういうことか。何トンもあるエーテル爆薬が使い放題。なるほど、爆薬でドッカーンってことね。爆薬でデッドエンドブッチャーを倒すのね。ドッカーンってできるわけだ。いいわ。お魚じゃなくてデッドエンドブッチャーを。確かに危険の伴う方法だ。誰かクレイ連れてきて。ちょっと迷ってる時間はない。爆弾魔連れていこうぜ。喫水の爆弾魔。あの年齢で爆弾作って爆発させまくって爆弾魔連れてきたらめっちゃ安全に来そう。おお。よし、今回は、はいはい、ビジョンの毒性爆薬を使う必要がある。在庫は全てここにあるはずだ。ここね。
拾いに行くぜ。提案、列車でいい考えだね。列車で演奏。残り3。ああ、なるほどね。あと1個。こうか。で、こうして、こう。よし。注意。寝込みやばな。なんだって。どこだ。まもなくフォローに。お出口。どういうことだ。小娘ごときにパールマン長官をさらわれただと。交渉してる。詳しいことは知らないが、パールマン長官が人質に取られた以上、爆破エリアの兄弟たちも小娘の要求通り撤退するしかなかったそうだ。小娘はさらにここの責任者を出せと言ったらしい。それに応じたサラ長官が直々に交渉に出向いているとのことだ。あんたが今の責任者。私の要求は簡単。いやー、なんか問答無用って言いそうな気がするな。閉じ込められた住民たちの救出を約束すればこいつを返す。ログ見えないんだよね、ここは。そういえば簡単に言ってくれるわね。あなたの言う通りにしたとして、我々ビジョンはこの件をどう世間に申し開きすれば。それ以前にあなたは誰。一人で交渉の場に来た度胸は買うけど、カル側が絡む側になる可能性だってあるのよ。中継中にパールマンの横にいたやつよね。てっきり秘書だと思ってたんだけど、こいつも長官だったんだね。おっと、自己紹介を忘れてた。私は猫宮マナ、猫マタって呼んでもいいぞ。かわいい。何を隠そう、私関ヶ組の元組員なんだ。関ヶ組。そうだ、こっちから持ちかけたからにはそれなりの切り札がある。こんな筋書きはどう。関ヶ組の残党、今は亡きシルバーヘッド、ミゲルの爪、キュートの住民を人質にして工事を妨害した張本人、猫宮真奈を。ビジョンは捕らえた。わ、自分犠牲にして助けようとしてね、これは。自分を犠牲に幕を引くの。なかなか首相なことをするのね。首相。パルマン、なんかゴミ箱みたいなところに突っ込まれてんだね、今気づいたわ。シュールやな。どこにも属さない私にはこれくらいがお似合いなんだ。この取引でどう。今すぐメディアに連絡して、私が言った通りに全てを公表すれば。パルマン、パルマン、安心して、中身は実験中の麻酔薬よ。麻酔薬。死にはしないわ。親切で教えてあげる。次は交渉する前に切り札の価値を確認しておくことね。残念ながらパールマンさんはあなたが思うほど役に立たないの。やっぱりそういうパターンか。やっぱそうですね。なるほど、当初の計画通り。私たちはデッドエンドブ。その通り。そこに行かないといけない。爆薬列車は了解。じゃあ、おーおー、よし、僕たちはオッケー、行きます。列車のせい。ネガバクバ。おお、寝てる、行ってる。お、戦いになるのか。さあ、おお、ムービーだ。何もねえな、あのデカボツはここに。でかいのはいないわね、チビばっか。身を潜めてるはず。
おお、ボスが来そう。ボス戦の前の演出としてはすげえかっけえ。雑魚たちが逃げてく。来るわ。デカブツね。BGM。おお。映画なら悪役の BGM。安心しろアンビ。俺はスターライトナイトに必勝法を教わった。ずれないな。悪役相手にルールは無用。開幕必殺キックだ。10秒で倒せば BGM が流れる隙なんてね。後ろ。おお。おお。ナイス。来た。お、俺の予想を読まれた。おバカ。エンドロール。バッドエンド。さてはスターライトナイトのファンだな。おお。飛んできた。おお、消えた。おお、来た。おお、強そう。おお、来た。こいつはやべえ。ちょびっとだけだが、やばい。後悔してきた。リリー、集中して。やばい。やばい。やばい、やばい。こっちの勝ちよ。両面で来た。やばい。おお。かっけーし、体力多いし。親分、俺に任せとけ。見てなさ、たっぷり遊んであげる。ヘイワン。ターゲットロックオン。逃がすなよ。スターライトグローリー。あ、ちょっと OK! ナイス!やった!強いけど楽しい。ああ、めっちゃいい。どうだ?何書いたとかある?ああ、ありそうだな。あ、なんか、もやもやできるけど。何?なんか、増えた、手が。手増えた腕が。何書いた?店長はまだか?敵は疲弊してる。あと少し耐えれば。うわー、危ない。受けてみなさい。うおーほほー、はい、邪魔しないで。ボコボコやー、ボコボコやー。疲れてる、疲れてる、こいつ。よくやったわ、ビル。あっと、危ない。なんだその動き。やばそう。行く、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 そう。やばい。メイスの攻撃、やばそう。あ、ビームが。かけえな、ほんとに。あとちょっとだ。 OK! ナイス。さあ、何形態も終わり。まいった、化け物。サプライズよ。お、来る。お、来た。お、かっけえ。うわあ。デリー、仕事だよ。はい、空気中の電荷を測定します。デリー、任せろ。おお。かっけえ。臨界電位差到達まで残り4秒。3、早く。2。おお。1。0。あ、あれ。何も起きない。おお。あー、持ち上げて持ち上げて、やばいやばいやばい。しなさいよ。やり直します。予算に1ゼロ。おお、来た。無理やりすぎ。4321ゼロって。何だったんだ今の。やり直しますからの4カウントダウンがめっちゃ早かったな。そうか、パールマンはただの操り人形。影で糸を引いて爆破解決を企てたのはあんただったんだ。なるほどね、操りなんね。
うして。ビジョンにとってこのプロジェクトは人の命より大事なものだったの。大事かどうか、あなたみたいな小物に尋ねる資格はないわ。無駄話をしすぎたわね。そろそろ本題に入りましょう。それはなんだ。起爆スイッチな気がするな。この小さなおもちゃ、もちろん爆薬の起爆スイッチに決まってるじゃない。そんな、ま、ダメだ。私からも存在しない住民たちにお悔やみを申し上げるわ。さようなら。全ては私たちのビジョンのため。サラ長官、爆破の完了を確認しました。ええ、ご苦労様。待てよ、フォローにつながるトンネルから誰か出てきたぞ。ビジョンは命を軽んじたわ。ビジョンを倒すのよ。ビジョンの手は血まみれだ。おー、終わったぜ。罪なき一般市民の血にまみれているんだ。いつまでも私たちの口を封じられると思うな。終わりだね。それにみんな、あら、爆破エリアから抜け出してくるなんてなかなかやるじゃない。でもそれで全てが公になるなんて思ってないわよね。忘れないで、ここにはうちの人間しかいないの。命令よ、撃ちなさい。そんな、あの女本気だぞ。もう来た。まあそりゃ普通に出てくるわけないよね。連絡ぐらいするよね。何の音だ。速報です。あのビジョンに重大な人命軽視が発覚しました。情報を受け本局の記者は治安局の部隊の後に続いてデッドエンドホロー入り口付近の爆破解体本部に駆けつけました。現在治安局の部隊は現場を封鎖しており、治安官を装った不審者を多数確保したとのことです。サラ長官、サラ長官、治安局に囲まれました。いえ、治安局だけではありません。白銀重工もいます。彼らはメディアを多数連れています。これ以上は制御できません。あー、見覚えのいるのが何人かいるね。この前なんか出たわ、そういえばこの熊木ちゃん。ビジョンがおとなしく交渉に応じるわけないと思ってフォローを出て真っ先に白銀重工に連絡したのよ。さすが競合他社、行動が早いわね。はい、行動が。秘密確認とかそういうの全部取っ払ってそこやってんだろ。サラ長官、おお、逃げた。逃げ足はや。報告、現場の容疑者は全面的に降伏、住民も全員が無事です。治安局が言ってるわ。私たち助かったのよ。後で俺たち生存者の情報を集めて治安局で聞き取りをするらしいぞ。あんたか、何してるの。一人でコソコソしてたから。これから治安局が事情聴取をするって拡声器で言ってたでしょ。それは解決したのはあんたたちだし、私なんかいなくても大して変わんないでしょ。いいえ、あなたはビジョンを罪に問うための大事な証人よ。何よりジャトヤにとって罠にかけようとした犯人でしょ。あなたはまだ自分の分を払ってない。あ、え、あ、自分の分って何のこと。依頼料、食事代よ。あー、食事代。今回の依頼が終わったらみんなでご飯に行く。うわ、言ってたな。スターライトナイトのレストランが嫌だって言ったからビリーのおごりじゃないけど、お金の子。ニコはせっかくだからいいものを食べたいって言ったの。はいはいはい、だから割り勘。割り勘、あ、よかったね。よかったじゃんブリー、全部負担じゃなくて。待って、大事な顧客だから盛大におごるって言ってたのに、なんで私まで払わなきゃいけないの。それに私はそもそも一緒に行くなんて一言も。そう、なら正式に聞くわ。猫また私たちとご飯に、自分も行く流れかな。店長たち、プロ騎士兄弟も来るぜ。行くね。しかも食べ放題だぞ。ええ、サバを好きなだけ食べられるわよ。サバだけ。まあ猫又は猫だから
前に言ったでしょ。今回スターライトナイトのレストランが嫌だって言ったから、ビリーのおごりじゃないけど、ニコはせっかくだから罠にかけようとした犯人。あなた、え、これタイプするところで変わるもんね。スターライトナイトのレストランが待って、それに私は、そう、店長たち、プロ、ええ、サバを好きなだけ。私タップする場所でもしかして変わる、その、わかんねえ、なんだろう、まあいいや。本当に好きなだけサバを食べていいなら、まあ猫だから、まあサバ好きなのか。いいぞ。ちなみにうちの猫はカツオ節がめっちゃ好きなんだよ。わあ、これでハッピーエンドって感じ？ハッピーエンドなのかな？サラ逃げたけど、サラ教官。また出てきたりすんのかな？はい。とにかく、猫股と関ヶ組の間柄のおかげで、もう関ヶ組がちょっかいを出してくることはないわ。あ、もう教えてくれたんだ。あんたたちに頼まれた調査に進展があるの。実際は聞いた話だ。治安局にやられたんだよってこと。彼らは金庫争奪の件に関わったとはいえ、その出所については誰も知らないそうよ。シルバーヘッドは研究所で金庫を手に入れる依頼を謎の依頼人から受けただけらしいの。複数の国、でもそれ以外は組員たちにも詳しく話していないみたい。依頼が受かった後にどう処理して誰に受け渡すつもりだったかもみんなわからないって。待ってくれ、僕の聞き間違いかな。出所については誰も知らない、謎の依頼人、みんなわからない。ニコ、これ以上私たちからの依頼を適当にやり過ごすなら調査費用を考え直さなきゃね。実際出てこなかったんだろうな。ちょっとやめてよ。確かに最近はビジョン相手の代理訴訟が忙しかったから、あんたたちの依頼はあんまりやれなかったけど、そもそもあの金庫は手がかりがなさすぎて調査が難航してるの。それにせっかく助かった住民たちのために慰謝料を勝ち取ってあげたい気持ちもあるし、あの人たちを救ったのは他でもない私たちでしょ。ニコ、道徳を盾にすることを覚えたんだね。道徳を盾にいるよ。そういえば猫股はどうしたの？あの日以来見かけてないけど。あの子猫ちゃんのこと、あの子、どうした？そのやっぱり行ってしまったんだ。行ってしまった。にゃにゃーん。子猫ちゃんの参上だにゃん。みんなの集合写真をプリントしてきたんだ。よく撮れてる。はい、どうぞ。こっちがアキラの分で、こっちがリンちゃんの。何、今のしみりした空気だったのか。おお、いいね。はいはい、あ、食事会行った時でね。はいはいはい、まあ、うまそうなの食ってんな。ベリー、お前の食いも食べれんだ。それで会計を見た時のちょっとした苦しみ。高かったんだろうな、金額が。二人ともどうかした？大事にしまってたおやつを誰かに食べられたって顔だぞ。ニコ、よくも僕たちの心をもてあそんでくれた。それならこっちだって容赦しないよ。ああ、今までの付けの1割。あきら怒った。今すぐ払っても。お兄ちゃんが怒った。お兄ちゃんもっと言ってやれ。お兄ちゃんもっと言ってやれ。それは勘弁して。この兄弟いいな。ちょっとサプライズしてあげよう。この兄弟の組み合わせもだし。ご飯。アンビーとベリーのあの組み合わせもだし。ジャトヤの新しい従業員。ジャトヤに入ったんだ。猫宮マナ、猫股って呼んでいいぞ。今はジャトヤで働いてるんだ。わあ。二人とも仲間になった。これからもよろしくだにゃ。いいね。はいはい、金庫の件を調べてくれるといいけど。裏がある。だってあいつ逃げたもんね、一人ね。だから一人いなくなったから、あいつがまた別の組織なりなんなりで動く可能性もあるし、何かしてきそうだけど、
フォトウォール、はい。思い出コレクション。おお。はいはい。名越しして、ああ、回転できて、拡大とかはできないけど、なるほどね。ど真ん中に置いとくか、とりあえず。保存。OK。またこれから増えていったら、またちょっと、お希望を考えて、おお、こういう感じで茹でるんだ。いいねー。一気なくちゃくだ。寝室に戻って、ね、休もうと。ふかふかなベッド。こんなふかふかだったらいい夢が見られそうだ。あ、出た。あー、手錠かけられてるね。チャールズ・パーマン氏は緊急逮捕。ただまだ一人いるんだよな、逃げたのが。ベッドに横になると今日の依頼の顛末かな、思い出さず、思い起こさずにはいられなかった。やっとやっと猫股のことは双方ともハッピーエンドと言っていい。金庫の件は相変わらず何の進展もないみたいだけど、でも落ち着いて考えてみると今の段階で焦ったところで危険なことが降るだけかもしれない。結局のところなんだ、心機一転、悩み事はしばらく放っておこう。悩みなんて放っておいたら勝手に消えてしまうこともあるんで、あらゆる悩み事が相当は限らない。なんかありそうなつながりだね。一貫リルとヘディが店の客さんを、ああ、はいはい、めっちゃ苦手んじゃん。ああ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 あ、シレットいる。あ、この服もいいな。うわあ、メイド姿しか知らねえもんな。制服姿なのかなこれ。うわあ、こっちはこっちでなんか尻尾生えてるね、この子。このってこの世界観が未だによくわかんない。猫股がいたり、何言ってみる。レッツラゴー。こんちゃー。はいはい。あ、スキルなんか増えた。合成テスト、消音テスト、消血電流共鳴。はいはい。なるほどね。なるほど、こういう感じになってんだ。まあ3日でやる感じかな。キャラクター被害してスキル、はいはい、確認できて、スキル強化。あー、ここで強化できる感じか。赤いやつね、赤いやつがいる感じかも。木も、あ、いけるっちゃいけるんだ。ここら辺も赤いやつとか。はいはいはい。私に命令を。はい、次、お兄ちゃんは何か話があるみたい。高価なピンがついてるし、ラーメン屋か。で、どこだ。お、外いるじゃん。はい、探してた。なんだろう。
いいことかもしれない。新アカウントにメールが届いた。情報屋。前のパイレットになってからこの情報屋の営業は禁止となった。はいはい。明けの明星急会乗車。戦闘以来いいじゃん。はいはい。お試しレール確保気温の計。はいはい。何個か来たって感じね。まだ話したいことまだある。ほう。はいはい。優先能力をアップした。引っかかることがあって強制したい。アドバイスは？またレベル上げとかはまあ自由にやってね的な感じ。お、時間システム新しい要素だ。ゲームでは1日が4つの時間帯に分けられる。朝、昼、夜、深夜。時間帯によって街の様子も変化する。例えば深夜になると一部の店舗が閉まる。時には時間が経過しないとゲームは進行しない場合がある。おうおう。以下の方法で時間帯を進めることができる。ストーリー戦闘。あー、なるほど。都市タイプの依頼を達成。ソファーまた別途で休憩。時間画面を開くと現在街でやれることを確認可能。休憩することで時間を進められる。なるほどね。確かにちょっと新鮮かもしんないね。原神とかだったらね、その時間こう進めたりとか、パイモンのあの画面でねできたりしてたけど、なるほど、ベッドで休むタイプか。新しい。依頼だけやってみるか。戦闘依頼下からやってみよう。経路確保。まあこのメンツで一緒。はい。戦闘が楽しすぎてめっちゃいいね。戦闘楽しいっていうのが本当にいい。ああ、人だ。はい。黄色い機関が来てくれないかなって思ってますよ。くやったのに。そう、助かった反応が。OK。 で、次は初めて見た、このポータルみてえな。これあれかな、さっきストーリーであった出口とかの時のあれと一緒な感じなのかな。こんな大きいのはちょっとわかんないけど。はい、別のとこ来たよと。で、来た来た。あ、こうやって木おびき寄せて痛いよ。痛い。レーザービーム。うわ。レーザー。すべて極めて危険です。ああ、押される押される。やばい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 。リーリー、油さしてきなさい。
何しましょう。じゅやーだーやーだー。1ダメージ、あ、ダメージそんな食らわなかった。オッケー、なんそれ、えい、そんなにいいしないから。ライトここに輝く。あははは、はオッケー。いや楽しいね。ちょっとこう手強い敵が来ると結構楽しいね。こう攻撃が来る瞬間にさ、パッてこう回避して速攻行くっていう、あの動作がマジで楽しい。うわー、さあこっちはどういうやつだっけ。特に説明ミスに来たけど、まあ戦闘だからまあ戦えばいいんだろうけど。はい、属性シールド、なんだ。正エネミーとボスエネミーは属性シールドがある場合が対応する属性ダメージで攻撃することで効率よく戦闘が可能。対応する属性の状態上発生するとシールドを直接攻撃。はいはい、確かにね、なんか氷とか炎とか属性あったけど特に何も考えずにやってたから、今回から結構そういうのは必要になってきそうだけど。まあロボットか、来た、なかなか電気属性ダメージ、はい、電気属性のキャラなんて今回もできてないの。わかるかな、チームの状況。わかんねえや。物理と炎とエーテル、うん、雷いねえわ。持ってたかな、チェルキャラ。ストップない。だってあれはエレンの方は氷だったの。ゴリ押しでやってるよ。もうちょっとこれ一回回復してから雷系のキャラを持ってくるべきなんだけど、全力のスキルでこのままやってる。ゴリ押しでやってるわ。シールド武器で破壊しなくても。さあ、何やかんや、あっ、いけたわ。あ、アンビーが元気なんね。はいはいはい、今まで気もしてなかった。なんか原神とかだったら属性結構元素が大事だったけど、全ゼロ今のところそんなのなかったから、そこに気にしてなかった。アンビー元気だったんだ。何の音だ。またアンビーも許可しないとな。さあ外から音が。なんだ、また猫股がぶつかってきたか。なんだこれ、形像大使、なんだ。ニャンキキ強化の卵を切るなんて、はい、なんだ、変なのがいる。猫、なんか猫バック見てる気がする。はいはい、使命を全うする。はい、電気回路が壊れたボンプを追いかけてたら頭うっかりビデオ。うっかりで
はいはい。まあ協力してくれってことね。まあ、ああ、うん。報酬がいいのがあるんだったら、壊れたボンプを探してくれない。はいはい。オッケー。壊れたボンプね。はいはい。わかりやすいね。こう、原神の時もだけど、こう、ピンが、ピンがこうわかりやすいから。おお、壊れたボンプ。かわいい。ボンプってかわいいよね、ほんとこの。あう。かわいい。はい。で、見つけたけど、お、直せんだ。なにミニゲーム的な始まる。おお。はい、街灯のポンプの臨時回路は断線しています。回転する的な感じかな。押して傾けて、ああ簡単でわかりやすいやつ。でもまあ、あれっしょこれ、あの、最初だから簡単なだけで、続けていったらめっちゃむずいなって言ったりするんでしょ。そんな気がするな。こういうミニゲーム系、ほんと好きなんだよな。はい。自己完結。そんな声なんだ。そんな声なんね。迷子の偽装カーゴをすべて見つける。あ、一個だけ。はいはい。はいはい。カーゴ6つあるうち1個だけ見つけてるからってことね。はいはい。なるほど。はいはい、泣いてるきびっこは白い幽霊、紙袋、はい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 、多いね。ヤンキーから挑戦状を受けることができる。メダルおよび観測データ。はいはい。で、カーゴ探してみるか。こういう形状。カーゴ、カーゴ。宝箱的な感じなんね。こっちとかあったりしないかな。こっち通ってないよね、多分。ないか。ここまだ奥行けるんだ。自販機ある。何売ってんだ。わかんねえ。あったあった。はいはいはい。確かにこう6分外全然探索っていう探索してなかったな。任務で通るから通るだけで、公衆電話あるんだけど。使えんのこれ。年季の入った高架式公衆電話。奇跡的にまだ、あ、まだ使えるんだ。はいはい。おう、電話かける。ああ、いけるんだ。で、右とかは、ここさっき来たね。地下鉄行けるところね。はいはい。これで何個目だ。1個2個3個やって4、あと2つか。あと2つどこだ。この上あるよね。あと1個が分かんねえんだよな。あったわ。わかんねえって言ったら、あった、ああ。はいはい。これでもう一個終わったかな。ジミーさん、新エリートの力になってくれるか。はいはい。ビデオ屋に戻って兄ちゃんと話そう。はい、話そっか。まあそこら辺はゆっくりやる感じで。はい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 。で、何があるんだ。
確かにな、あん中に人がいるってことでしょ。ああいう着ぐるみ系着てる人って結構大変そうだよね。夏場とか冬場は結構あったかそうでいいけど、夏場って暑そうで暑そうで大変そう。ソファーで休むと、はい、お休みってことで、はい、今日の予定はだらだら休みの日の自分だ。だらだらしたいんだよな、マジで。だらだらするの好きなんだけど、だらだらする時間がもったいないと思ってしまうんだよな。名声昇格の準備、なんだそれ。レベルの他にインターノット名声というものがある。え、そんなんあるんだ。レベルは依頼の数をこなすだけで上がるけど、名声上げるには一定の条件をクリアした後、専門的な試験、あ、試験いるんだ。参加条件ってなんだっけ。一定量のフォロー観測データを集める必要がある。なるほどね。ああ、最高ランクだったんだ。はいはい、上げ直さないといけない。インターネットレベルの指定がある。ストーリー依頼達成、戦闘探索都市依頼の達成、で、キャリーセンターの挑戦クリア、指定された数の、はいはいはい、観測データはストーリー依頼、ああね、はいはい、なるほど。 F をして、はい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 、後の効果ここから見える。ああ、なるほどね。はい、条件がここね。レベル20に上げて一生の幕開いを終わらせて、累計で40個、あと10個か。なるほど。で、はい、全部畳ごとだけ、ああ、そんなんできんね。ボンプ商人の失踪やろうぜ。ガチャ石もらえるのが一番ありがたいな。過去のも映る感じか。オッケー、おすすめ。ディメンショナルスナイパー、なんかかっけえな。生存者の救援、ストーリーとサッカーをその1、その1ってことはその2とかその3ありそうだな。全部受けるぜ。なんだ、名声のために上げる方があると。上げるか。とりあえず、探索でインターン実験実力いきますか。まあキャラはこれでいいか。水晶炎物理、まあいるから大丈夫か。ちゃんとそこ読まないといけないことか、今後から。バリア持ってるのがいるから、まあ、今回は大丈夫そうと。であれやね、バランスよく上げていかないといけねえや。さあ、はいはい、原因を突き止めると、どこに行けばいいのか分かんないが、とりあえずデータ集めるのが大事ってことが分かったから、データ集めよう。おーおお、やめてやめて、追いかけないで。めっちゃ追われてる。まだいる。あれ、出た。わーっ、わーっ、わかんなくなった。どうなってるこれ。
バグってんのかな、こういう仕様なのかわかんねえや。ちょっと見てみよう。はいはい、一度回り、あーなるほどね。ねえ、これ戦えってこと。待って、どこ行った。こっちは行ってない、わかんねえ。自分今ここいるわけね。What? わけがわかんない。待って、もう一回見よう。もう一回確認しよう。まともにここら辺読んでないからさ、ちゃんと読まないと。これがエネミー、これスタート地点。はいはいはい、これは大丈夫、観測データも大丈夫。はいはい、バッツバッツ、わかんない。一回戻ろう。マジわかんねえ。バグなのか自分が仕様を理解してないのかわかんないや。もう一回確認しよう。ちゃんと見よう。3つ、まあ、戦った方がいいのかな。じゃあで、うまくやり直そう。おや、戦おう。逃げたからダメだったのか、バグだったのか、なんか塩を見落としてんのか、わかんないけど。さあ。あ、この手のやつは。気持ちいいねこれ。黄色いライン出た後の回避に絡む。これで終わり。あ、次の場所ね。OK。で、こっちね。気持ちいいだけど、こいつはなんか壁ついてる。何でその強い仮面は。ちょっと顔見せて、ね、ちょっと見せてくれなくていいじゃん。イッツショータイム。さあ、はいはいはい、あーなるほどね。滋賀組の守衛がつけてたよ、つけてたような。割れそうって言ったんですね、多分これ。はい、これね。はい、で、何すんだっけ。またここから。動く。何？
はいはい、ここから下に行けるか確かめてみよう。ここ上行くにはどっちにしろお金がいるから、これ取っていかないといけないと。とりあえずここから下に行きます。さあ、はいはい、ゴミを片付けて、 OK。こうして、はい、こうで、2個、こうして、こうか、 OK。 で、おお、やばそうなインナー。ああ、これ戦わないといけないパターンね。行きましょう。強そうなの来たな。さあ、やりましょう。これも終わって、あと何個か依頼あった感じよね。戦闘だって何だっけ。ボンプと話すちょっとやってみようか。どこだ。ウィス、調査協会記念コイン、なんかいる。あ、新監督ナウナナナ、この会話がいいね。監督ってそっちの監督だったね。敵映像とか映画系のそっちの監督だと思ってた。サッカーの方の監督って感じね。本当ボンプ個性的だよね、本当に。
おう、えい、えい、結構今ぐざったけどな蹴るっていうか転がしてただけだけど、はいはい、こんなんでいいと、はいはい、でこの吹き出しはどこだ、はいはい、荷物を全部ばらまいた、エクスプレス、あーなんかラーメン屋になんか食材を運んでたやつね、どれだ、これか、オッケー、レベルがあとちょっとやね、結構溜まったな、どうだ出るかな、回してみようぜ、出ません、あもう一回いける、出ませんと、まあ、あと49回いけば出るっぽいんであと10日ぐらいで49回か、結構きついな、はい、これかな、生存者の救援、いや違うな、これはさっきのやつか、謎解きこっちだけ先やっとくか、これ何個ぐらい取れてないから回収だけしとこう、要するにあの名声の方を上げればいいってことね、さあここは一回やったからそこは聞かなくても大丈夫、とりあえずこの辺りを探してみよう、新しく有効なルートをマークした、オッケー、次はあそこね、探し物が手に入った、これで戦ってってことね、レッツゴー、あーやばい、レベルで打ち上がってるからこのステージに戦ったんだ、やばい、俺に任せ、わりい、そこ終わった、はいね、さて、これは廃棄された建材かな、うん、これで分岐スイッチを押しっぱなしにできる、これを押していこう、端まで押し切って、
新しく有効なルートをマークした。で、終わり。ラストだ。あ、出た。ちょっと遠慮するぜ。了解、了解。俺に任せと。了解。光栄に思いなさい。反撃する。よし、終わり。そっか、さっきの依頼出てたのは時間の関係なんでね。そういうことね。20もらえるのね、依頼を終わらせると。めっちゃいいやん。うまい。めっちゃくれる。おう、なんだ。はいはい。誰かがドアをノックしている。入り口を見に行こう。はい。何ですか。猫股ですか。羊飼い。ああ、あれね。はい、あのコーヒー屋で飲んでた人ね。はいはい。かねてより協力関係にある情報屋は尾行されていないことをか、はい、保証してから慣れた様子ビデオ屋に入った。バタバタして悪いな。おお、そんな声だったんだ。今回もでかいネタを仕入れたんだが、緊急の内容なんだ。なるべく手短に話すぞ。はいはい、手短に。その前にお茶か何かもらえるか。水道水でいい。注文が多いんだから水道水でいい。おいおい、いつも割のいい仕事を紹介してやってるのは誰だ。少しくらいホスピタリティってもんがあってもいいだろう。まあいい、言っちまえば単純だ。はいはい。ゼロ号フォローの定期調査が。ゼロ号フォロー。また始まるらしい。なんだって。これはガチのマジだぜ。しかも協会は長期戦の構えだ。ほう。調査は数回に分けてやるつもりらしいぞ。俺がこれを聞いて真っ先に頭に浮かんだのは、我が最も信頼のおける顧客であり名声カクカクたるプロ騎士パエトーンのことだ。あんたらも一枚噛みたいだろうと踏んだ俺は、あらゆるリソースを動員し調査チームの募集に裏口を開けといた。おゼロ号フォローでテスト用の依頼をこなせば、派遣調査チームの一員として合法的にゼロ号フォローを調べられるぞ。確かに価値のある情報だ。温かいお茶を出してもいいくらいにね。状況は把握したよ。ちょっと考えさせて。もちろんだ。大事なことは夜に決めるなって言うしな。じっくり考えてくれ。そんで決心がついたらスコット全焼基地ってとこに行け。スコット全焼基地。そこで。じゃ失礼するぜ。はいはい、新しい場所かな。はい、ではこれ2回で休む感じか。レッツラゴー。さあどうするかってことね。ゼロ号フォローの調査か。リンはどう思う。質問、ゼロ号フォローの調査とは何でしょう。だからフェリー知らないのか。そうか、フェアリーはまだ知らないんだね。挑発とみなし受けて立ちます。直ちにフォロー調査協会のデータベースでゼロ号フォローについて検索。誰も挑発なんかしていないよ。検索完了。ゼロ号フォローとはその存続期間、
影響範囲、危険度において新エリート内でも随一を誇るホローのコードネームです。なるほど、ね、新エリート内の基地の大型ホローはいずれも0号ホローから派生した強制ホローに端を発します。また0号ホローは9頭、すなわちエリートを壊滅に導いた主な要因とされています。なるほど、それが壊滅してから今新エリートっていう新しいのができたんです。その拡大を抑制するため新エリートは定期的に有志を募り、当該ホローに対する調査、鎮圧、研究を行っています。説明パートめっちゃ助かる。以上のもとに推測、マスターが0号ホローの調査に志願するのは新エリートを救うためです。ブッブー、あっちゃーフェアリー、残念だな、不正解。リクエスト、今後のより的確なサポートのためにお二人が調査に参加したい動機を教えてください。なになに、もうお手上げなの？先にあんたの規約と動機を教えてくれたら考えてあげてもいいけどね。失礼ですがマスター、先ほどから私をいいように使おうとしていませんか？人聞きの悪いことを言わないでほしいな。妹の言う通り、僕らはお互い正直になるべきじゃないか。恐れ入りますが、私はその質問に答える権限を有しておりません。回答は適切な時期に適切な場所でお知らせいたします。恐れ入りますけど、そちらも適切な態度というものを見せる必要があると思うよ。そんな君に教えられるのは、ゼロ号フォローは報酬がいいことと、僕と妹が暮らし勉学に励んだ場所が崩壊したキュートにあったことだけだ。僕たち。お兄ちゃん、結局全部言っちゃったね。これくらい構わないさ。一つ貸しを作ったと思えばいいんだ。とにかく決心がついたら、羊飼いが言っていたゼロ号ホローの全焼基地に行こう。全焼基地ね、行きますか。じゃあマップで行けないんだ。オッケー。出た。全焼エリア。おお。こんな感じなんだ、すげえ。誰だ、新しい感じが、なんか重要そうな人が一緒に映ったけど。でっか。上、これじゃ上見れんねえか、やば。これがホロー例の、なんかあれだね、虚無のアイウォンみたい。虚無のアイオンいる。あ、望遠鏡見れるよ、これで。これ虚無のアイオン。絶対そうだ。虚無のアイオン。スライムっぽいもん、ほんとにこれ。パシャリ。レイ、パスデータの回収。行きますか。どこに行くんだ。あそこか。おお。
ほう、資質試験。はい。外周。ほう。リーダーメンバー。はい。なるほど、リーダーは。はい。私に命令を。じゃと銃が2丁なら弾も2倍当たるんだぜ。スターライトナイト出撃。これでいいだろう。はい、見たことない感じだね。やっぱり場所が違うから。どんな感じなんだろう。戦争機からの通信端末から。あ、はい、リモートで。あー、ですです、聞こえるかい？リン。OK。HDD システムの通信回線、各測定指数ともに異常なし。今の僕たちの設備でも十分ここに挑む資格はあるようだ。それとホロー調査協会の人が監督につくようだ。おお、監督。これで試験に受かれば晴れて公式認定の05ホロー調査ライセンスが取れる。頼んだぞ、リン。私が今回責任を持って同行させていただく協会の調査員です。試験官ね。いわゆる試験官だと思ってくれればいいですよ。でけえな。同行中、企画から逸脱した武器の使用は禁止。指定されたルートもちゃんと守ってください。まあこの辺はもう言わずともお分かりかもしれませんが、それでも念を押しておきますよ。ゼロ号フォローが特別とされているのはその規模だけではありません。甘く見て非常事態に対する心構えを怠ると痛い目に遭いますからね。何せ調査協会には臨時職員の保険料を負担する義務はないんですから。とはいえきちんとサポートはしますよ。協会が模造したレゾブレムを提供します。レゾブレムってなんだ。レゾブレムの特性を適切に利用してチームメンバーの戦闘能力を上げていきましょうね。それでは出発しましょう。試験官として君たちの働きをしっかり評価しますからね。依頼開始です。行動目標、資質試験外周のクリア。エーテル誘導体、はいはい、レゾブレムです。効果、戦闘能力向上。同じスタイルを集めると特定の能力を同一スタイルのレゾブレム獲得数はここに表示されます。ここを押すとレゾブレムの効果に関する詳細を確認可能。あれか、文字宇宙だったりとか螺旋とかそういう感じのイメージなのかな。はいはいはい。適切なレゾブレムを選別することが行動の鍵です。もうすでにご存知のはずですね。とはいえ試験は始まったばかりです。任務に集中しましょう。レッツラゴー。ボコボコにするぜ。敵の種類も変わってきそうだけどね。切り替えが使えないけど、まあ普通に強いわ。これかな。直前回避とかあるよ。なんだ、侵食進行。ボスエネミーの攻撃は一定確率で回避になる。電話マークなんだこれ。さーて、ジャトヤのお仕事を始めるわよ。はいはい。排気をす、ああ、1番で。機械のメンバーは、安定したエリアから05フォローに入れます。こうしたエリアに目を。
金が足んないな。よし、行こう、このまま。まあそんな苦戦もしてないし、大丈夫っしょ。要はバフを受け取りながら進んでいってクリアするって感じだから。見せてあげる。オッケー。次はユニットが倒れてんな、めっちゃ。はい、次はさ、なんかビコとねえのいる、ね、こいつ。やらないわね、ラジオ。中ボスみたいな見た目したかった、こいつ。ああ、弱かった。そんな強くなかったわ。オッケー、ズバ抜けてんだ。えぐい数値出たからびっくりしてんだよ。マスター、高脅威目標要警戒、アーマンハティを検知、通常のアーマンハティを凌駕する実力の持ち主です。ご自身の安全に気をつけてください。ターゲット確認。えい、炎よ、我に従え。かっけえ、こいつめっちゃかてえやん。こいつ走行外れたな。岩みてえだったのが下ってる。レンダーだ。準備。指が下手した。ラジオ。これで終わりだ。オッケー、終わったよ。それは1回だったら反応あり、2回だったら高活性、3回なら強烈、4回は一体何、まさか。お、壊れた。これはえぐいの来た。今の音はやばいの来た、もしかして。誰、嘘、彼女が、彼女、上、うえ、うん、上の来た、ね、でっか。でかすぎんだろ。どうしろ、バックバックバック。なんだ、わあ、獣右だ。かっこいい声出てきた。なんだ、誰、誰すか。次のピックアップじゃ、ピックアップだったりするのかな。目標とは安全な距離を維持してください。全速力の課長になんて追いつけないってな。あの制服はハンドの、しかも特別行動部の執行官。対ホロー特別行動部第6課です。
現在緊急の鎮圧任務を執行しています。こちらのエリアで情報のない極超級エーテリアスが確認されました。やっぱ、あなた方の任務が何であれ遊撃部隊として本作戦の支援に当たるよう要請します。これは対ホローロッカ副課長による正式な招集です。極超級エーテリアス、なるほど。さっきから様子がおかしいのはそいつの仕業。あの大きさであんなに数を率いているなんて前代未聞だ。リン、早くみんなを連れて離脱しよう。何やらやむを得ない事態のようですね。本来の任務は中止です。これより目標を全力で対ホロー行動部を支援するに変更します。そちらは学会のナビボンプでしょうか。差し支えなければ引き続きガイドとして稼働してもらいたいのですが。ナビボンプ、イアスのことか。目標はこちらの予想ルートを外れてしまいました。キャロットのデータを持つボンプによるナビゲーションが必要です。緊急事態につき武士として挑発させていただきます。早い話が。ぶっ壊れてもうちで弁償しますよってこと。なんだやれやれ、ぶっ壊れる前提か。リンのなんだがよー、私が守ってあげるから。聴覚ってここであんだ。この子のナビ能力は申し分ないですよ。ただボンプが深刻な損傷を受ける危険ありなんて事前の同意書にあったかどうか。いえ、対ホロー行動部たってのご要望ですからね。こちらのボンプはお任せします。きっと問題ないでしょう。持ち主にはどうにか説明しますので。問題しかないよ、こっちの意見は聞いてもないのに。声が大きいぞリン。このボンプが遠隔操作されているなんて向こうは知らないし、知られてもいけないんだ。対ホロー行動部、あそこの執行官は全員が精鋭中の精鋭だ。精鋭中の精鋭なんだ。やべえやつらだ。のところ彼らに合わせて。そん中に総括いんの。とにかく、ああ、あいつ強いんだ。ナビボンプとして仕事に変わりはない。でもそれよりもさっき出てきたあの獣耳の刀持ってる、あれが気になるんだけど。欲しい、欲しいかもしんない。強制リザルト A。 はい、ここからは対ホロー行動部をナビゲートする。対ホロー行動部のターゲットはあの巨大なエーテリアスだ。マスター、エリアのエーテル活性が過去最高値に到達。速やかに作戦を完了し離脱することをお勧めします。分かってはいたけれど、はい、ゼロ号フォローは一筋縄ではいかないな。なんだ、わお。ね、これコード、はい、なんだ聞いてみる、聞こうぜ。ルーレット。マスター、暗号化された情報を入手。内容は7。聞けるならまだ引くぜ。暗号化された情報その2を入手。暗号化された情報その3。まだ引けるな、まだ引くぜ。暗号化された情報その4、情報収集完了。7。おお、行こう。さあ、じゃあこれと戦う、上のやつと戦うのか。行きます。
まあ大丈夫っしょ、多分。こっちは自爆だ。上出来ない。 XP は戦闘耐久を維持してください。そこだ、目標はすぐ前に。側転側鉄、あ、弱い。先に終わらせててくんないかな。大盛りのエーテリアスを倒したらおやつもらえる。弾の節約よ。やばそうな、いいんだけど。ああ、これあれだ。さっき戦ったやつか。オッケー。じゃあ、しょうがないわ。よく来たわよ。了解。準備完了。はい、おお、来た。援護が来た。はいはい、防いだ方が良さそうだ。侵食の影響がやばい。おお、一体どこだ。ムビ あんなとこに。ああ、一人突っ走ってる。なんだこのこの子は強すぎるだろう。うーわ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 ー、やばっ。やばすぎ、これ。そこから金。おお。いたいた、課長。あれ課長なんだ。刀の一線だけであの巨大なエーテリアスを追い払ったのか。対ホロー行動部の業務一覧にプロ騎士の逮捕がないことを祈ろう。課長、ご無事でしたか。芳しくはなかったな。さっきの一振りは、うん、茶碗を砕く木槌と思えば黒板を伝う薄木が如しと言ったところか。罠感じだ。包丁でバターをズバーしたかったのに夜の間にドンしちゃったってことだね。わかりやすい例えをどうもありがとう。そう、かくちゃんさ、もっとわけわかんないよ。さっきよりはわかりやすい。課長曰くニネベに重傷を負わせなかったとのこと。あれ、そんな名前ついてんだ。引き続き目標を追跡する必要があるかと。はいはい、石膏やります。まあ、あんなでかいの見失う方が難しいけどね。エーテリアスが集まってきているようです。課長とニネベの戦闘を聞きつけたのでしょう。処理は任せてくださいますか、課長。ああ、対ホロロッカ総員迎撃準備。課長一人でって言ってたのか。やべえな。
準備完了。オッケー。やばいやばい。いるんだけど、めっちゃ来る。敵個体、属外侵食体、狂乱暴徒を検知、生かした手足で周囲の活動体を八つ裂きにすることが可能。うまく回避してください。はい、みんなしっかり。マスター、高脅威目標、要警戒。やべえの来た。検知、この個体は特殊なターゲットとしてマークされています。やばい、その動き。何何その動き。確かに危険なため、ご注意ください。そう、了解。オッケー。あ、やばい。了解。ラジオ。オッケー。準備完了。来たわよ。了解。ラジオ。オッケー。了解。痛い。いい子にしてなさい。援護ありがとう。なんか分かってないから、あんまり直線回避がやばい。追加了解。オッケー。強すぎってお前、こっちおいで。準備完了。来たわよ。ターゲット検出。ドン、そうです。よし、今に早くリロード。来たわよ。了解。さあ、燃やしましょう。やあ、倒れてくれ、頼む。了解。了解。強すぎ、こいつ強すぎ。オッケー、終わったー。やべえ、こいつが一番強かった、今までで。動き早いし、身を失うからさ、極限開始もさ、全部が全部外れるんだよ、マジで。やば。強すぎた、あいつ。はいはい。なるほど。はいはい。
話す前に写真をねちょっと撮らせていただきたいんだけど、総括はあれかな、総括も入る、はい、これはキツネなのか何なんだろうね。この子は尻尾ある、尻尾はない感じか。いいね、ぼやけてるな、近すぎて。えい、火山はい、じゃあ話しますか。ああ。突発的な作戦行動ではありましたが、無事に終わってよかったです。ようやく一息つけるでしょうか。挑発した学会の資産、こちらのナビボンプもこの辺りで返却しましょうルートの策定、臨機応変な対応、どれをとっても対ホロー行動部の正式モデルより上だったね。このチビスケ、キビスケって言われてる。積んでるキャロットのデータまで学会のとっておきってわけ？それともロンリコアを特別にしつけてもらってるのか？ちょっと、うちのボンプちゃんたちが聞いたら泣いちゃうよ。ああ、このボンプなら当学会のものではない。独立調査チームを率いているこちらの方の私物だ。そうなのですか。確かに調査協会は民間から調査チームを募っていると聞いたことがあります。ちょっと詳しい話を聞かせてもらおうかみたいな感じで、ちょっといろいろ聞かれそう。民間人の方がよっぽど頼りになるとはね。なんともはや、次も逃さない。いや、こっちじゃなくて多分あの空きに行ってると思う。ゲゲ、それ私に言ってる。いつもながら人をビビらせるのがお上手ですね、課長。課長曰く、あなた方の調査チームとまた協力できる機会があれば。あ、言葉足らずな感じがある感じね。はいはいはい。まだ公務中ですから戻って報告をしないといけませんね。我々は先に失礼します。はい、急にこれからの予定を聞いてみよう。はい、あの子いつか来ないかな。こうやって似たりしない？シレット、シレット似たりはしないかな。名前だけじゃわかんねえや。この後来るかもしんないもんな、わかんないけど。はいはい、総理強制型エーテリアス君ミネバ、はいはい、エーテリアスの群れと危険なエーテリアスの個体を、壊滅させれば、フォローの拡張を、まあ、抑制、サニフォローを消滅。はいはい、はい、F2 から、あ、ここから新しく見れるんね。はいはい、挑戦だから、これが、うん、あれだ、螺旋とかそこら辺にある感じね。無球球螺旋系の役割をする感じか。オッケー、やることがどんどん増えていくね。でお兄ちゃんに、あいつ来てんのかよ、普通に。お金来たね。再現象、再現象で やばそうやな。そう、また会うことになる。敵にならないことを祈るばかりだよ、次に会った時。
第二の言葉を借りるけど。はいはい。なんだ。あ、ここから出れるね。はい。帰ってきたぜ。で、はいはい。炎蔵。お、改造か。袋のボンプ。エテル容器。何に使うのかまだ今まで記憶分かってないんだよな。カスタムショップ。カスタムって何をカスタムするんだ。よう、プロキシー。何か困りごとか。ゴンプのカスタム。ゴンプカスタムできるんだ。はいはい。スカウリングガブットボンプ。ワンゼンバトラーアミギオン。早すぎプラグのレゾナリボルバーペンギン探検ボスモー。種類多くね。どんだけ種類あんの。多いって。アボカド、アボカド、なんでアボカド。多すぎ。悪魔デポン。悪魔デポン。名前よ、名前の頃よ。最初の方 S ですね。まだ上げられたよしないか。これだけに高い。もう行くのか。また来いよ。はいはい。なるほど。家に帰ったお兄ちゃんと話そう。はい、話しますか。やめてー。なんか横でいたずらしてる子猫がいるわ。ダメよ、いたずらした。コード噛んだらダメよ。感電するよ、あなたさんが、ね、あー、イヤホンコード見えた。ちょっとやめて。お室の上におるのはいいけどイヤホンコード噛まないで。いたずら好きやな、ほんとこの子は。そうね、昇格しないといけないね。電気メーターが異常な速さで回ってる。あー、電気メーターが異常な速さで回ってる。なるほどね。身に覚えがあるとすれば、フェアリーがいろんなところにアクセスしまくってるから、その分消費電力が多くなったんだろうなぐらいしか。そんな気が、フェアリーが絶対、うん、原因な気がするな。それは。よし。じゃあ、はいはい。レベルを上げると。ここら辺やろうと思うけど、ちょっと休憩挟みます。はい、少々お待ちください。
戻りました。じゃあやりますか、続きを。あ、ボンプ変えれる。わたわた、なるほどね、ボンプまで変えれるようになっちゃったか。成功。タイム回ります。あるね。はい、すべきだ。あ、なるほどね、分かったわ、そういうことね。オッケー、こうだ。あ、まだやらないといけないことだ。指定された額のギアコインを支払いました。認証しまーす。 OK。 おー、めっちゃいるやん。最後にでね、これで。よし、決まった。指定された額のギアコインを支払いました。よし、しましょう。敵を倒すだけ倒して。さあ、あっち行って。わー、他のメンバーがいるってこんなに心強いんだ。了解。よくオッケー、了解。
ターゲットロックオン。ねえ、10倍返し。ピンチだぜ。準備完了。せーおり。いいね。これでまあこの任務終わって、あと何個かあったよね、3つか4つくらい。多分時間帯変えないといけない感じかな、他のやつも。これでとりあえずインターノットのレベルを上げないといけないから、20レベルになった。ちょっとアキューメントとか回収しよう。めっちゃもらえる。インターノットの方をレベルを回収して、ボンプ、あ、増えたボンプが。はいはいはい。いっぱいいるなぁ。バトラーとか良さそう。はいはい、あ、めっちゃ引けるやん。めちゃくちゃ引ける。めっちゃ持ってんじゃん。お、的になってるやつ。出た。オッケー、これがいける感じか。40上げるから、今いける感じだ。やろうやろう。近畿一膳、まあこれでいい。ちょっと待って、推奨とかに出てない、簡単だしな。オッケーオッケー。わあ来たぜ。あ、今駅のところにペンキングボンプの姿映ってたね。来たんだ。
楽しいこれ。ボコボコ。簡単には戦いもなくて。はいはい。オッケー、めっちゃ簡単。こういうギミック楽しいね。おもろい。ああいう系またあればやってみたいね。フェアリーな気がするけどね、電気代のやつは。休みおねんね。おかしな夢を見た。電気メーターの頭を下。いいフィギュアスか、もうスピードらしいわって言った。まあなんかそういう系のなんかね、印象に残るものをあった後に見ると、それ関係の夢見るよね。タルコフやってたばっかりの時は寝た時にタルコフの夢見たし、夢って不思議よね。運転する緊張すごそう。なんだ、ここか。ノットは あった、また新しいやつ。戦闘依頼氷か。 OK、 じゃあウィリーを。いいぞ総括はここだよ。終わったらごちそうだ。行きます。あ、もう来てる。なんだこれ。あー、守る感じか。防衛。どんどん回すの。できてる。了解。ラジャー、炸裂。
OK。 さあ燃やしましょう。燃やせよ。結構むずいね今の。グッズ楽しいわ。あ、二つ目。はい。範囲内に敵入れないようにして戦うのも楽しいわ。これはこれで、うわいいね。はいはい、何があったっけ。どこで見たか分かんなくなっちゃったよく分かんなくなるんだよな、まだ慣れてねえ操作に。こっか、スケジュールのところか。ビデオ屋にいる教官試験官と恥ずかがってる人と喋るゴミ箱。喋るゴミ箱いいのか。ここにゴミ箱の王がいるってことか。そういうことか。変身ボンプかけなかった。喋るゴミ箱、また違うもんな。喋るゴミ箱、これだ。ゴミ箱、箱の賢者。
と次スミホーク。まだいるかな。試験官。メモ。じゃあ。ああ、さっきの人かな。正体なんか見出してるわ。何か見出してる。何するってなったっけ。休んでも大丈夫そうやね。はい、ただいまと。フェアリーだってだから、その電気代は考えたらわかるって。それフェアリーだって絶対。電気代上がる前と後で変わったことってフェアリーが来たかどうかだよ絶対。でも街灯にまでアクセスしてたぐらいだからさ、相当電気が来るよ。しかもなんか来てますみたいな、なんか不審な人がこっちに来てますって感じに言ってたってことは、常に確認してたってことだもんね。そりゃ電気が来るよ。はい、再生する。2人のおすすめしたい、はい、なんだろう。深夜視聴に適した映像。有機号のエージェント秘話、フォローインポッシブル上収録する。フォローインポッシブル、はいはい。ストーリー集中モード、困難、非属性、きつそうやな。法律、新エリート、ヤヌスク、六分街、喫茶店街、引き合い
長い付き合いの情報や水会に誘われて元気く向かいなビデオや店長がビッグな極秘ビジネスを巡る商談に駆けつけた。炎雷。その日の夜、新エリートエヌスク6分外ビデオや。はいはい、よし、繋がったね。もしもし、僕の声が聞こえる？はいはい、安心して、僕とフェアリーが君を全…それと羊飼いからの暗号も忘れずに。暗号、ファイヤーサンダーだ。ファイヤーサンダー、エージェントシアを進めた最近は一部機能が利用できなくなる。はいはい、なるほどね。これってあれなのかな、これメインストーリーって感じ、もしかして。ああ、終わらせないといけない感じか。なるほどね、やりましょう。というわけで、これはあれよね、今使ってる子やん、メインで。凛とした少女、ファイヤー。ファイヤーサンダー、あなたは約束の時間に2分55秒もの遅刻をした。すまん。防衛軍においてこれは見過ごすことのできない規律違反に当たるわ。また処罰として腕立て伏せ175回、あるいは片手腕立て伏せ 87.5 回が課せられることになる。 87.5 回、小数点あるんだけど 0.5 回の腕立て伏せ。確かに同じことを聞いてくれた。 0.5 回の片手腕立て伏せってどうやるんだ。どうやってやるの。もう一つ、そのような浅はかな質問をした者には処罰を倍にする決まりがあるの。だけど民間人の行動や言動を正すのは私の責務ではないし、ましてや今回の目的でもない。羊飼いが推薦したプロ騎士ね、まず初めに同意して。この会話が終わったら私たちがここで会ったことを含む全てはなかったことになる。それだけ重要な機密に関わるの。いい、私は防衛軍オブシディアン大隊所属11号。あなたの情報は全て羊飼いから把握しているけど、私が示すことのできる誠意はこのコードネームだけよ。あの依頼人、素性を隠しているね。11号なんてただのコードネームだろうに。それで誠意だって本当の名前があるはずだ。ルーシーとかマリーとか、合わせてルシマリとか。まるで旧文明のウエスタン映画のようなネーミングセンスですね。これがあなたの渾身のユーモアですか、助手2号。助手2号。依頼人が続きを話すみたいだ。ツッコミ役になったな、フェアリーが。羊飼いによれば、あなたは南部出身の放浪者で並々ならぬ手腕を持っている。にもかかわらずこの都市には定住していない。かつてはクリムゾンアイズハーミットとしてプロ騎士業界では知られた名だったようね。クリムゾンアイズハーミット。ああ、そうそう、それ私の名前。信じられないな、あの羊飼いのネーミングセンスがこれほどに壊滅的だったとは。手短に言うわ、私の依頼は至ってシンプル、裏切り者探しよ。最近防衛軍にスパイが紛れていることが発覚した。まあ大抵組織はスパイが紛れてるもんだよ。ここ一帯の反乱軍勢力から送り込まれた工作員。こういうのって当の本人は正体がバレていることに未だ気づいていない。私の上官はそれを逆手にとってスパイを反乱軍の支部まで泳がせ一網打尽にするつもりよ。私はこの計画の執行者として防衛軍を裏切るふりをして目標のスパイと接触するよう命じられた。計画は概ね順調に進んでいるわ。ただかなり下手に出ているにもかかわらず目標は私を完全には信頼していない。
とはいえいくらか収穫はあって、目標がとある名だたるプロ騎士を崇拝しているという情報が入手できたの。そのプロ騎士の協力を得られたと偽ることができれば、彼は直ちに私を上層部に取り継いでくれるでしょう。あなたにはそのプロ騎士に扮してスパイの指示を遂行する手伝いをしてもらう。これが今回の依頼内容よ。できるかしら、スカーレットライズテルミット。なんか名前が変わった気がするな。私クリムゾンアイズハートじゃなかったっけ。そのプロ騎士の大層な名前は民間人に疎い私でさえ知っているわ。パエトーンよ。これは予想外の試練だな。パエトーンに偽装する、間違いなくパエトーンにとって前例のない依頼です。あらゆる検索エンジンで自分を偽るを検索中。マッチ度の高い3件を提示。戸籍偽装、カモフラージュ、死んだふり。いつも助かるよフェアリー、君のいない生活なんて考えられない。うん、本当に大丈夫カーマイン・アイスハーメル。また変わった。随分戸惑っている様子だけど。どんだけそボキャブラリーがやばいんだけど、その名前出てくる。覚えてんのかな。あんたね、ちゃんと私の名前覚えてる。かの有名なパエトーンを演じるにあたってプレッシャーを感じるのも無理はない。羊飼いは情報屋としての名誉をかけてあなたを推薦した。よって私は信じる。あなたは私や新エリート防衛軍、いえ新エリート全ての期待を背負っていると言っても過言ではない。だから肩の力を抜いて。そんなこと言われたら肩の力抜けれないよ。あなたたちプロ騎士の業界のルールにのっとり、依頼の詳細を暗号化して、はいはい、インターノットという名のフォーラムに投稿した。詳細を確認した後でも覚悟が鈍らなければ引き受けて、また連絡するわ。はいはい、なるほどね。これ長くなりそうな感じ、これ長くなりそうな感じかな。なんでわざわざ表から。長くなりそうやな。もう大丈夫だけど、まだあと若干1時間ぐらいならまだなんとかなるか。あ、そっきれない。お疲れ様。あの11号っていう依頼人、まさかここがリンの家だなんて思いもしなかっただろうね。新エリート防衛軍から。ああ、だからわざわざ表面から行ったんだ。それも裏切り者探しときた。まさか彼らの機密事項に関わることになるとはね。相応のリスクも伴うだろう。どうする、依頼を受けようか、それとも断って羊飼いの問題は自分で解決してもらおうか。ああ、まあやる感じだろうね。やっぱりやろうよ。虎穴にいらずんば孤児を得ず。ああ、確かにそうだね。依頼はすでにインターノットに登録されている。決心がついたら詳細を確認するといい。さあ、新しいのが追加された感じかな。ストーリー依頼、偽物さながら炎属性がいる感じね。まあ、私に命令を。試しなくてもいいと思うな。うん、これでいけるっしょ。他の炎属性いたかな。ご飯は出る？使ってないキャラ使ってみるか。じゃあトヤに。うん。何のご用ですの？鉄道か。クマ。一緒にサボろうぜ。あら、プロ騎士さん、ご機嫌ようですわ。この子でやってみるか、ちょっと。今まで使ってないからさ。こうやって支援だっけ？支援ね。装備してとか
これじゃ無理か。オッケー。で、こっちも開けとこう。何のご用です。じゃあトヤにかかれば万事解決。これだっけ。強化しといてあげよう。あるし忘れそう。思いついた時にやんないと忘れそう。こういうの何かよ。 あらプロ騎士さん、今まで使ったことないキャラも使おう。ついでにってことでいきますか。はい、はいはい、システムガイドの時間約束5秒後に標的のスパイがログインする。早いな。彼のことは便宜上普通何分後とかだろ。5秒後ってそのつもりで。モグラさん4、3、2。モグラさん、パエトーンを連れてまいりました。近くにいるのでしたら直接会って話しませんか。速やかに行動を開始しましょう。一刻も早く防衛軍から逃れ、貴殿からいただいた報酬でスグリの生い茂る農園を買いたいのです。そこで犬のメイドとのんびり余生を送ることができれば他には何もいりません。おお、スグリの生い茂る農園。先ほどから一言も発していませんがどうかしましたか。パエトーンに憧れていると伺っていましたが。甘く見られたものだ。リモート通信で適切な比喩かはさておき、そちらからは陰謀の匂いがプンプンする。この都市で棚からボタモチなんてことはありえない。ましてやそれが鏡餅とくればなおさらだ。デビューから今に至るまで数々の偉業を成し遂げた伝説のプロ騎士パエトーンが、新規な軍隊気取りの資料を盗む任務のためにわざわざ俺のような卑しい日陰者と手を組むはずがない。新規な軍隊気取り、嘘じゃないもん。もし私がパエトーンじゃなかったら本当に本人なんだけどな。一生カップ麺の調味料抜きでいいよ。人影の極辛ラーメンから調味料を抜くことは、兵士から武器と証拠、そして故郷を取り上げることと同義です。想像するだけでも恐ろしい。パエトーン、貴殿の誠意は。それで誠意伝わるんだったらもう何でも誠意伝わるわ。ニッチな例えをするな。俺にはちっとも伝わってないぞ。そうだな、ちょうど腕試しに使える任務がある。防衛軍が次に活動する予定のホローに軍用盗聴器と発信機を仕掛けてこい。口では何とでも言える。もし本当にパエトーンだというのなら実力で証明してみせろ。盗聴機能付き発信機を仕掛ける必要があるわ。目標ポイントは全部で3箇所。どうやって仕掛けるかはあなたに任せるわ。もう近場に行かないと分かんないから。モンスターいそうだな、ここ。あ、これちょっと待って。とりあえずこっち設置して。モンスター盗聴機能付き。フェアリーが演算中。おう、なあプロ騎士、お前本当はパエトーンなんじゃないんだろ。パエトーンです、本人です。なんで黙り込む。ここは何か言うとこだろ。普通あるだろ、反論とか。こう、任務はパーフェクトに達成した、これが孫をことなきパエトーンの実力だとかなんとか、心強い言葉で依頼人の不安を取り除くもんだ。伝説のプロ騎士パエトーンとは。これがパエトーン本人で、これがノーマルなんだけど。ん、この私に物事の道理を解こうってわけ。モグラさん、なんだ、何か言いたいことでも。貴殿は今私の心をひどく傷つけました。苦労の末やっとパエトーンに出向いていただけたというのに、貴殿は非礼な態度を貫き、猜疑心を隠そうともせず何度も探りを入れて数々の無礼を働く始末。
伝説のプロ騎士に対する敬意を微塵も感じられません。これを言うのははばかられますが、パエトーンの協力を仰ぐために私は想像を絶する代償を払いました。それゆえに今回の活動が功を奏するのを誰よりも切に望んでいるのです。パエトーン、そうですね。さあ、まあ乗っとこうか。確かに印象には残ったね。 0.5 回の片手腕立て伏せとか。なんと軍人さん、そうか、そうだな。パエトーンともあろう者が俺ごとき日陰者にそうやすやすと手を差し伸べるはずないと思っていたが、よもや軍人さんがそこまで身を削ってくれていたおかげだ。俺信じてくれてるもしかして。そんなバカな。軍人さんの献身を無下にしてしまう。結果のためならどんな代償も厭わない。それが軍人という生き物です。それなら早速次のビーコンの設置へ向かってくれ、プロ騎士。多少は不信感を拭えたようだけど、やっぱり相手は強い人しかいねえな。こちらを完全には信用していなかったね。幸い11号のおかげで。なんとか切り抜けられた。モグラもだし、11号もだし。だけど、なんかみんななんかちょっとずれてんだよな。なんかちょっとずれてる。相手は裏切りを常とする。ああ。戦うか。さっきのやつの方が若干強かったわ。まあ、強いっていうか硬いっていうか。おお、どこあるんだ。探した方がいいかな。キャロットのデータを読み取り中。これで出るかな。はいはいはい。伝説のドアの情報を変え、今は開けれないと。これは何だろう。マスター、盗聴機能。11号様。いいから何も言わないで早く設置するの。フェアリーが演算中。完了ね。次のポイントに向かいましょう。またこのロックかかってるところに 入ってそうだからやらないといけない。うおお、お前か。お前は一番やりやすい今のところ。了解。これまで。我、修羅にもなろう。準備完了。はっ、
ケー、おり。めっちゃいる。来てん。おお。私発見されてましたわ。あ。これで横にデータあるっしょ、多分このパターンだから。なかったら改造になるけど。おーし、やったった。これ上なんだ。あー、もう回復はまだいけないな。ここで出ると上げたら見知らず中間かな。これ隠しルートを見つけたの。キャロットのデータを読み取り中。はい、モグラワズヒア、マスターヒント、ここは第15番へそくり。へそくり、いえ軍事物資保管場所です。第15番へそくり。ヒント、いいね。今結構綺麗なコンボになってたわ。さあこれで仕掛けて終わりかな。でもあと1箇所だけないんだよな、あれが、データのやつが。無事、あ、でも全部取ってんのか。目標ポイント3番に到達しました。盗聴機能付き発信機を仕掛けてください。前回の経験に基づき、あらかじめお11号様はゴーグル見てんのか。マイペース。フェアリーが演算中。もう仕事を終えた？だと？その実力、身のこなし、確かに偽物とは思えない。ああ、今すぐ画面の向こう側に行って、パエトーンが足をつけた大地の全方位に向けて敬礼をしたい。ただのパエトーンのオタクじゃねえ。オタクってかファンっていうか、なんていうか。ことは重大なのだ。この程度でほだされていてはいけないな。それに気のせいか、のなんかどことなく不自然な匂いがする。度が過ぎるファンの気がする。ちょっとキモくなってきた。通信はまだ続いてるんですけど。変な音が聞こえたような。通信設備の故障、そういうことにしといてあげよう。依頼人だってたまに不信感を抱くことくらいあるよね。パエ、プロキシー、お前は分かってくれるのか、この俺の気持ちを。好奇心は当然だよ。
なんたってこのパエトーンは、パエトーンはいわば歩く伝説、フォローの全てを熟知していると言っても過言ではありません。横やり入れられた。新エリートにおいては小学生でさえその偉大さを知っています。全てをだと、それはまた随分大きく出たな。フォロー調査協会だってそこまでは豪語しないだろうに。ねえモグラさん、私たちとリアルタイムで通信できるってことは、あんたもこのフォローにいるんでしょ。ふん、なんだその程度のこと、常識の範疇じゃないか。いいこと教えてあげる、経験でわかるんだ。ここはもうすぐ活性化するよ。エーテリアスの活動だってずっと活発になるはず。そんなバカな、調査協会の方はまだ活性化警報の彼女もないんだぞ。モグラさんは知る由もないだろうけど、フェアリー早いもんな。だって270倍だっけ、えぐいよな。おお、ぶさ。本当に警報が来たぞ、アンビリーバボー。経験値のみで調査協会を凌駕してみせるとは。やはり今の警報は普通に見た、何の音と思った。前方からエーテリアスの気配を察知、戦闘準備。そっちも油断しないでね、モグラさん。この俺を心配してくれているのか。顔がほてて。忙しいなお前モグラ。逃げたぎってしまいそうだ。よーし、疑うのか信じるのかどっちかにしろ。この小さな冒険の手のひらクルクルだよ。クルクルしすぎてる。通話はこちらから切らせてもらおう。お邪魔になるといけないからな。ああ、どんな称賛の言葉ならそのご孔明に劣らないのか。いやいや、積もる話はひとまず戦闘の後だ。次が今日の最後の試練よ。じゃあどこだ、ルキー。あ、来た。さあラスト使って戻る感じかな。後ろから一丸。おー、また来た。疑惑のやつだ。炎よ、我に従え。オッケー。解決しました、モグラさん。グレイト、エクセレント、ブリリアント。プロキシとエージェント、お互いが完璧に調和した至高のデュエットだった。パエトーンにとってはこれでも3割ほどの力だそうです。これで信じてもらえたでしょ。夢じゃないよな、俺は本当にパエトーンと手を組めるのか。
よ。俺の今までの人生は日々虚しく闇の中を掘り進むだけだった。そして今日そこにようやく一筋の光が差し込んだ。ああ、なんて眩しいんだ。落ち着いてください、モグラさん。確証を得た今、そろそろ本来の仕事に取り掛かるべきでは。ああ、こちらとしてもなるべく早くことを進めたい。進展があればすぐに連絡する。はい、早急にお願いします。軍人さんの老後の夢は俺に任せてくれ。パエトンの報酬も上と交渉する。どちらも最善を尽くそうじゃないか。ところでパエトン、任務は無事終わったわけだし、ちょっとした質問をさせていただいてもいいだろうか。まず周期的強制フォローを利用して某トップス企業の金庫に見事潜り込んだという噂は本当なのか。それと旧研究所の跡地で繰り広げたあの完璧な教えてあげたいけど、いろんな機密に関わるからな。分かる人には分かるでしょ。ほら、そうか、これでいけるんだ。またお会いできるのを楽しみにしている。便利やな。とその前に一つだけささやかなお願いが、はいはい、次回はそのサインなんかをいただけないだろうか。サインね。あるいはこのモグラに、まあ本物だし、目覚ましボイス的な、目覚ましボイス的な。もうファンだん、ファンじゃん本当に。もうそこまでいったら締め切ったんだ。切っちゃった。容赦ないんだから。過激なファンだ。やかましかったわね。警戒を解いた途端あんなに饒舌になるとは思わなかったわ。おもろい人しかおらん。今はフォローから出るのが先よ。龍騎号はどこか抜けてる感じがするし、モグラはモグラでちょっと、うん、過激なファンってことか分かった。癖がやばかったな。無事に脱出できた。さっきはヒヤッとしたね。思いのほか順調だったわね。信用を得るためにあらかじめ用意していたセリフの半分も使わなかった。いやちょっと微妙なやつあったけどさ。例えばパエトーンはいかなる検知もかいくぐる。たとえそれが自動ドアや蛇口のセンサーでも。なんなんそれは。不採用やな。ちょっとそれは不採用だって言ったよね。本当に羊飼いがあなたを推薦してきた時は半信半疑だったけど、実力は確かなようね。なんかやっぱ抜けとんだよな。ジョスパイに次の動きがあれば、そういう性格だったよね。また連絡。これやるまで全然そんな思ってもなかったのに、なんか普通のちゃんとした感じに思ってたら癖強すぎた。やばい、やばすぎる。おお、目の前いいじゃん。ちょっとキモいよ、本音が出てる。あ、これで以上が終わりか。次、9か下になる感じね。はいはい。9、はぁ、あ。なるほどね。9が出たと。はいはい。まあ、あとかな、とりあえず。で、どうすればいいんかわかんねえや。寝室に戻る。今なら寝れるはず。 OK。 朝まで休もう。さあ、寝坊。お兄ちゃんが開けてたりしそうだけどね。
マホが震えた。連絡でも来たのかな。新しい依頼。羊飼い。おう。おっさんちょっと薄気味悪いですよ。はいはい。参加を。ああ、出勤を完了しよう。OK。出勤やろうぜ、ストーリー。これか。プロ騎士への道ね。ちょっと待って。エーテル属性と氷ね。OK。氷いるからエーテル。何の御用で、ジャトヤにかかれば、万事解決。これで OK。賢い選択ね。行こう。キリが良さそうだし、この昇格終わったら終わりんすかな。チャプターにまだ始まんねえな。長い。さあ。おLet's go.
つらい。ターゲット検出。まとめてやろう。Okay.ちょっとさあ燃やしましょう。 OK OK 終わり。ナイス。まあ双角めっちゃ便利やわ。固められるからやっぱ氷属性がいいね。お兄ちゃんと話そうということで、はい。お兄ちゃんどこ？なんか新しいのが追加された？準備完了。はいはい。いつでも出撃可能よ。はい、スマホがまた。なんだ？ヒゲ、はいはい。通りの出口に集合。 OK、 今日はここで終わりにしよっかこれ外出たらなんか出たらなんない？大丈夫かな？あそこね。あ、じゃあ大丈夫そうだ。あっち行かなければ。 OK、 じゃあ今回はちょっとね、ここら辺で終わりにして、2時間ぐらいで終わるつもりだったのかも、もう4時間ぐらい経つよ。って感じで、今回はここら辺で終わりにしようかな。まあ、まだチャプター2行ってないんだよね。だから、まあ、チャプター1が、あれ終わって、だから、まだまだかかりそうだね。でも、チャプター1は終わってんだね。これ、幕割りだったはずか、確か。だから結構時間がかかるよね。大小幕張りだから。めっちゃ時間かかりそうだ。ってことで、今回はここら辺で終わりにして、次回この続きからってことで。まあ次回チャプター2からやろうかなと思ってたんだけど、ちょっと無理そうだね。ちょっとこの幕張りの続きから、チャプター2やってって感じかな。あー寝ちゃった。かわいい。って感じで今回はこの辺で終わりにしようと思います。また次の配信はどうだろう。明日とか、まあ、今日時間が取れたらでやりたいんだけど無理そうかな。どうだろう。できたらこの続きを、無理そうだったら、来週チャプター2も含めてやるって感じかなって考えてます。はい、それでは次の配信でお会いしましょう。ヨンでした。バイバイ。